ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は北極圏で発見された驚くべきもの6選を紹介するからな。連日の暑さに今度は魔理沙がブチギレてるわ。いや暑すぎるって、急に夏になるなよ。涼しい話題しか動画にできなくなるだろ。切れ方が投稿者視点。いかんいかん、私が私でなくなってしまう前に本編に入ろう。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、凍土から目覚めし太古の未知ウイルス。巨大ウイルス。トップバッターは巨大ウイルスだぜ。まず北極圏について軽く説明すると、北極圏とは北緯66度33度以北の地域のことを指すぜ。南極とは違い北極には北極大陸というものは存在しないが、その代わり北極圏内にはアメリカやアイスランド、カナダ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、ロシアの領土が存在しているぜ。大陸というより地域って感じね。ああ、そこら辺が南極とちょっとイメージが違うとこだな。さてそんな北極圏から2014年、新種の巨大ウイルスが発見されたとして話題になったんだ。ウイルスは北極圏にあるシベリアの永久凍土の中から発見され、その大きさはこれまで発見されたウイルスの中でも過去最大サイズだったぜ。すっごいずんぐりむっくり。形だけ見ればほぼ我々の仲間と言って差し支えないな。ちなみに通常ウイルスの全長が 0.5 ミクロンを上回ると巨大ウイルスに認定されるんだが、なんとこちらのウイルスの全長は約 1.5 ミクロンもあったんだ。これだけでどれほど巨大かわかるだろう。いやでかすぎない。あまりにでかすぎて、学校なんかでよく見かける光学顕微鏡でも目視が可能だというからびっくりだ。しかもこちらのウイルスはおよそ3万年もの間永久凍土の中で眠っていたとされているんだが、驚くべきことにまだ生命活動を続けていたんだよ。はぁ、生きてるの。ああ、永久凍土から取り出した後、すぐにこのウイルスがアメーバに感染したことが確認されているんだ。もともと巨大ウイルスは通常のウイルスよりも頑丈だとはされていたが、気が遠くなるほどの時間を極寒の地で生き延びたというんだからびっくりだよな。生命力が強すぎるって？ちなみにこちらのウイルスはアカンとアメーバにのみ感染し、人には害を及ぼさないことが判明しているから安心してくれよな。ただ、こうした巨大で未知のウイルスが、永久凍土の中で何万年と生き延びているという事実はかなり恐ろしいことだぜ。今回のウイルスは人間に感染しなかったからいいものの、もしこれが人間に感染し甚大な被害をもたらすウイルスだったら、今頃世界は大パンデミックに陥っていただろうからな。ひぃ、今後そんな未来が来るかもしれないじゃん。可能性はゼロじゃないぜ。現にこうした太古のウイルスが、地球温暖化の影響で溶けた氷や凍土の中から発見されたという報告は続々と上がってきている。今のところ運よく人類に被害を及ぼさないウイルスだけが出てきているが、今後いつ危険なウイルスが目覚めてもおかしくはないはずだぜ。怖すぎる。そんなの次元爆弾じゃないの。まあ気候変動などによる病原体の拡散が起きる可能性はそう高くないとは言われているがな。ただ今の地球では気候変動だけでなく、人類の産業活動によっても氷の層や永久凍土が破壊されている。こうした新種のウイルスが発見されてるような地域で、何も知らないまま産業活動を行ってしまえば病原体が拡散されるリスクは跳ね上がるだろうな。ひえー、今すぐ正しい知識と対策を。ああ、そう考えると今回発見された巨大ウイルスはそのサイズ感や性質で人類を驚かせただけでなく、今後気をつけるべきことや問題を教えてくれる重要な発見でもあったな。これをしっかり活かしてパンデミックを避けれることを祈るばかりだぜ。2、北極圏に大量発生する謎の穴。巨大クレーター。お次は北極圏で発見された巨大クレーターを紹介するぜ。実は2014年頃から、北極圏のシベリアにて巨大なクレーターが続々と発見されているんだ。こちらがその写真だぜ。うわぁ、大穴開いてますやん。想像の倍は大きくてびっくりするよな。この謎のクレーターは SNS 上で隕石やミサイルの落下痕、あるいは UFO の墜落跡だとして大いに話題になったんだ。その中でも特に有力視されていたのは、地球温暖化で融解したメタンハイドレートの爆発の痕跡だとする説だぜ。いや物騒すぎない、そして UFO 説との落差よ。実は発見されているクレーターの周辺には、いずれも岩や氷の破片が散らばってるのが確認されているんだ。これが土の中から強い力で押し出された証拠だとして、爆発説が有力視されているぜ。ちなみにメタンハイドレートとは北極地方の凍土の中に存在する水とメタンからできた氷状の物質なんだが、これは今後地球温暖化が進むにつれてさらに爆発し続けるとされているんだ。大穴開けるレベルの爆発が何回も。ああ、融解が原因で爆発が起きる以上、地球温暖化が止まらない限りこの爆発は今後も起こり続けるはずだ。クレーターを見てもらえばわかるようにその威力は凄まじいため、かなり深刻な問題だと言えるぜ。
ただこれはあくまで仮説に過ぎず、クレーターが生まれる原因については現在も特定できていないんだ。というのも、シベリアではこの他にも原因不明のクレーターがいくつも確認されているんだよ。そんなあるんですか？人工衛星による調査でわかっているだけでも、すでに15個のクレーターが確認されているぜ。加えて毎年いくつもの新しいクレーターが増え続けており、すべての原因が爆発だとすれば、クレーター以外にも目撃情報や周辺の地形に対する被害があってもおかしくないはずなんだ。そのため研究者の中には、このクレーターをピンゴが溶解したことで生まれた穴だとする人もいるぜ。ハッシュタグピンゴとは？質問の癖が強い。ピンゴとは長い時間をかけて地表近くに形成される氷の塊のことで、見た目は小高い丘のようになっているんだ。シベリアでは2014年頃から気温の異常上昇が確認されていることもあり、ピンゴが溶けて地面が落下しこうした巨大クレーターができたのではないかとも考えられているぜ。はい、でも爆発よりは平和ね。また過去の衛星データを見てみると、巨大クレーターが形成されている場所には過去に小高い丘のようなピンゴがあったことが確認できる。このことからもピンゴ説もかなり有力だとされているぜ。これならクレーターだけ突然現れるのも納得かも。ただ一つだけ謎なのは、巨大クレーターの周辺に岩や氷の破片が飛び散っていたことだな。あれは土の中から何かによって押し出されなければ起きえない現象のため、ピンゴの融解だけでは説明がつかない。一応研究者はピンゴによって押さえつけられていた天然ガスがピンゴ融解によって放出されたとする説を挙げているが、これがどこまで整合性が取れているかは不明のままだぜ。ふむ、つまりほぼ謎のままってことね。大正解。結局仮説こそあれど実際何が原因で生まれたのか全くもって謎に包まれているんだ。またクレーターが全部でいくつあるのか、すべて同じ原因で生まれたものなのかも不明のままだぜ。巨大クレーターが確認されてる地域からそう遠くない場所には石油、ガスの生産が行われてる場所もあるし、地球温暖化だけでなく安全面的にも早期解明が望まれるところだな。謎はロマンだけど安全が一番大事ですからね。3、有名地図にも載ってた幻の島、フリスランド。お次はフリスランドを紹介するぜ。フリスランドとは、1558年にベネチア出身のニコロゼノによって報告された北極圏の島なんだ。彼によればこの島は1380年代に彼の祖先が発見したもので、島の位置は現在のアイスランドの南あたりにあったとされているぜ。へえ、聞いたことない島だわ。それもそのはずだ、なんせ現代の地図にはフリスランドなんて島は存在していないからな。存在してない島ってこと？ああ、過去にはいくつかの地図にフリスランドが記されていたものの、今では存在しない島だったとされているぜ。ただ、驚くべきことに、16世紀の地理学者で地図の投影法を確立した人物でもあるメルカトルが書いた北極地図には、このフリスランドがさも当然のように記されていたんだよな。そんなすごい人の地図にも載ってるの？そうなんだよ。しかもメルカトルの北極地図には、フリスランドの形とともに町や川、山などの情報までもが詳細に書き込まれていたんだ。フリスランドはそう大きくない島だったんだが、他の国々と変わらぬ詳細さで書かれていたんだぜ。存在しない島をそんな詳細に書く。そこが謎なんだよ。メルカトルともあろう人が存在しない島をここまで詳細に記録するとは考えにくい。ただ現代でこの島の存在は確認されていないとなると、最も有力なのはニコロゼノの祖先が別の島を勘違いしてフリスランドと名付けた線だ。島を誤認して、って話前にもあったしね。ああ、だがこの線はとんでもない事実に結びついてしまうんだぜ。実はフリスランドの位置的に、勘違いされた島は北アメリカのどこかの島である可能性が非常に高いんだ。となると、ニコロゼノの祖先はコロンブスより先にアメリカ大陸を発見していたことになってしまうんだよ。待て待て待て、さらっと歴史が変わってますけど。歴史の教科書を破り捨てる勢いだな。こんな歴史を覆すような可能性が容易に認められるはずもなく、実際に島を見たという報告がなかったことも相まって19世紀にはフリスランドは、ニコロゼノが売名のためについた嘘だとする宣言が出されたぜ。そのためフリスランドは現代の地図には存在しない、幻の島となっているんだ。なるほどね、いや、これは嘘認定されるのも無理ないわ。確認できない時点で存在は認められないし、嘘説とコロンブスより先にアメリカ大陸発見した説だったらどっちが信じられるかなんて一目瞭然だよな。ただやはり北極地図に書かれた詳細さを考えると、かつては存在していた可能性があるのではないかと思えるのもまた事実だぜ。絶対嘘って言い切れないんだよな。ああ、そもそも本当に存在しないでっち上げの島ならば、なぜいくつかの地図に乗り続けたのかという疑問が残るしな。
それにいずれの地図でも他の国々と変わらぬ形態で川や山の名称が細かく記入されていたようだし、存在しないものを書くにしては全体的に精度が高すぎる気がするぜ。実在したけど沈んだって言われた方が納得できるよ。果たしてフリスランドは存在したのか。仮にでっち上げだとすれば、なぜ有名な地図制作者の精密な地図の中にその姿が刻まれていたのか。存在の有無すら謎に包まれたロマンある幻島だからこそ、意図的に隠された可能性や沈んだ道の島の可能性を思い描いてしまうよな。北極に消えた幻の島？ロマンしか感じない。4、北極文明を紐解く鍵となる。北極圏のミイラ。お次は北極圏で発見されたミイラを紹介するぜ。2017年に北極圏のシベリアの永久凍土から発見されたのは、毛皮や樹皮などで作られた繊維に厚く覆われた2体のミイラだったぜ。発見された2体のうち大きい方は身長約170センチの成人男性で、小さい方は生後6ヶ月程度の乳児だとされているんだ。おお、永久凍土はミイラすら保存できちゃうのね。ああ。しかもこの2体のミイラは北極戦場にある遺跡から発見されたんだが、遺跡の年代から察するに13世紀頃に埋葬されたものだと推測されているんだ。つまり数百年もの間永久凍土で眠っていたことになるんだが、その保存状態はかなり良好だったそうだぜ。保存力には自信があります。まさに天然の冷凍庫みたいなものなんだろうな。さて永久凍土から保存状態のいいミイラが出てきただけでも驚きだが、さらに驚くべきことにこのミイラは当時この付近に高度文明があった可能性を示唆していたんだぜ。北極に。ああ、というのもこのミイラは銅板で包まれていたんだよ。この銅板もまたミイラの保存状態を助けていたんだが、専門家はこれを、謎の文明が銅の医療特性を理解した上で、その抗菌性を利用しミイラを保存しようと考えて遺体に巻きつけたのではないか、と推測しているんだ。つまり、それなりに発展した文明があったってこと？そういうことになるな。現代ならば当然の知識だが、13世紀前後の北極にそうした知識を持つ文明があったというのは驚くべきことだろう。またこのミイラが発見された遺跡は過去に、約6000キロも離れたペルシャと関係がある可能性が示唆されていたんだ。そのためこのミイラもペルシャ文明と何かしら結びつきがあるのではないかと推測されているぜ。そんな離れた場所と何の関係が？なぜ関係を持っているのか、どういったつながりがあったかは今のところ謎に包まれているぜ。遺跡から有力な手がかりも発見されていないし、今回発見されたミイラも、体の組織が損傷することを恐れて多いすらと枯れていない状況だったため調査がほとんど進んでいないんだ。まあでもそれだけ重要ってことか。そういうことだな。仮にこのミイラがペルシャ文明との結びつきを示唆すれば、北極文明の歴史もペルシャ文明の歴史も大きく書き換わる可能性がある。解明を焦る気持ちはわかるが、何より慎重な調査が求められるぜ。じらされるのもまた一興だわ。それにこのミイラ自体についてもまだまだ謎な部分が多い。果たして彼らは誰なのか、いつの時代にどういった理由で亡くなったのか、彼らの生きた文明はどんなものだったのか。永久凍土から目覚めたミイラが我々に何を教えてくれるのか気になって仕方ないな。ロマンしか感じないよ。5、現実にあった伝説の基地ととんでも話。ナチスの秘密基地。お次は北極で発見されたナチスの秘密基地を紹介するぜ。実は第二次世界大戦前後の時代から、北極にはナチスドイツの秘密基地が存在するという噂がまことしやかに囁かれ続けていたんだ。ただ噂こそ根強かったものの、70年以上もの間確証が得られるような発見はされず真実は謎のままだったんだ。へえ、北極にそんな都市伝説あったのね。ちっち、なんとこれが都市伝説じゃなかったんだよな。実は2016年に北極点からおよそ1000キロ離れたアレクサンドラ島にて、ナチスドイツの基地の跡が発見されたんだよ。しかも大戦当時に使用していた弾丸や石油缶、紙の書類などの遺物500点以上が手つかずのまま基地の地下室から発見されたんだぜ。おお、伝説が現実にってロマンすぎるでしょ。あまりのロマンと衝撃に海外メディアも盛り上がり、この基地を未知の古代技術を探索するためのナチスの施設だと主張していたくらいだ。いやそれはぶっ飛びすぎじゃない？それだけ興奮してしまったんだろう。ただこの基地の正体は、1942年に建設されたナチスの気象観測所だとすでに判明していたんだがな。戦略において正確な気象観測というのは極めて重要な役割を担うため、この基地はヒトラーの肝入りで設置されたと言われているぜ。へえ、かなり重要視されてた基地なのね。そういうことだ。ただ、この基地は終戦前の1944年4月に放棄されていたことが判明しているんだ。というのも、なんとこの基地に配属されていた観測者全員が、北極グマを生食するというとんでも行為によって寄生虫に感染していたようなんだ。いや何してはるん？
さっぱりわからない。どの動物の生肉も寄生虫や食中毒の危険性が必ずついて回るものだが、特にホッキョクグマの肉には繊毛虫と呼ばれる寄生虫が大量に寄生しているんだ。生で食べて繊毛虫症にかかってしまえば、腹痛や下痢の初期症状から始まり、最終的には幼虫が血流に乗って体内を移動し脳炎や呼吸不全などの重篤な症状を引き起こすんだぜ。ひぃー、鳥肌やばいんだけど。考えただけでゾッとする症状な上、最悪の場合死に至るからな。生焼けだったのか、はたまたがっつり生で行こうとしたのかはわからないが、どう考えても自殺行為でしかないことは間違いなかったな。なぜ誰も止める人がいなかったのか。結局この基地の観測者は全員漏れなく繊毛虫症にかかり、ナチスの潜水艦 U ボートによって救助され事なきを得たぜ。だが観測者を失ってしまったこの基地は完全に機能を停止し、放棄された後に北極の伝説となったんだ。切なすぎる、観測所泣いてるって。まさか観測所もこんな放棄の仕方されるとは夢にも思わなかっただろうな。ただアレクサンドラ島は北極圏の中でも極地に位置しているし、時期によってはナチスの戦況悪化もあって十分な物資が届けられていなかった可能性はある。食料に困った結果北極グマに手を出して全員撃沈。なんて話だったら、観測者にも少々同情してしまうな。だとしても火は通してくれー。6、数百年のミステリーを紐解く沈没船。テラー号。最後はテラー号を紹介するぜ。テラー号とは1845年にイギリスから出航した北極探検船なんだ。この船は19世紀のイギリス海軍の英雄だったサージョン・フランクリン率いる129名の乗組員を乗せ、もう一隻のエレバス号という船と共に世紀の大冒険を目指して北極へと旅立ったんだぜ。おお、めちゃくちゃロマンある話ね。探検の目的はヨーロッパから北極海を経由して太平洋に至る北西航路を発見し、その海図を作成することだったぜ。リーダーが海軍の英雄だったことに加えて、テラー号とエレバス号は当時の最新鋭設備を備えていたこともあり、この航海は成功すると誰もが信じて疑わなかったんだ。あれれ、嫌な予感が。鋭いな。そう、この航海は失敗に終わったんだ。しかもただの失敗ではなく、考えられる限り最も悲惨な結果に終わってしまったぜ。なんとテラー号は出航から2ヶ月ほどで失踪し、乗組員全員が行方不明となったんだ。しかもその後150年以上にわたって、彼らに何が起きたのかもテラー号がどこへ消えたのかもほとんど謎の事件となってしまったんだよ。ミステリーすぎるって。この失踪事件は情報が断片的で、わかってることの方が少ないような状況が長い間続いたんだ。加えて150年以上も経っているのに船の残骸すら見つけられないということで、テラー号の発見は絶望的かと思われていたぜ。だが、そんな中2016年にカナダの北極圏にて沈没したテラー号が発見され、大きな話題となったんだ。おお、これはとんでもない発見じゃない？ああ、これには探検隊の行方を追い続けていた研究者たちが抱き合って喜んでいたぜ。これまで探検隊の足取りはフランクリンや23名の乗組員が死亡したこと、その後氷に閉じ込められた船2隻を手放したこと、残った乗組員全員が陸路でカナダ本土を目指したものの、誰一人たどり着けず行方不明となったことなど断片的にしか確認されていなかった。だがテラー号が発見されたことで、船を放棄するまでに彼らに何があったかを知れる可能性が高まったわけだからな。こんなん世紀の大発見だよ。間違いない。しかもテラー号は保存状態が良く、探検隊が使用していた船掌やテーブル、缶詰やワインなどの食料までもがそのままの状態で残されていたんだ。これにより発見されてすぐの段階で、探検隊がどこかの時点でテラー号から物資を運び出しエレバス号に移ったことが新たに確認されていたぜ。おお、早速新発見じゃない？今後考古学的な調査が行われれば、さらに彼らの足取りをつかめる可能性が高いぜ。150年以上もの間冷たい海の底で眠り続けていた船。それが発見されただけでも驚きだが、さらに数百年にわたるミステリーを解決する鍵になるなんてロマンがすごすぎるぜ。まだ続報は聞こえてこないが、そう遠くないうちにフランクリン探検隊の謎は全て紐解かれるかもしれないな。私が生きてる時代に見つかってくれて本当にありがとう。というわけで今回は北極圏で発見された驚くべきもの6選を紹介したぜ。北極圏もロマンの宝箱でした。南極に負けず劣らずなかなかのものが発見されてるよな。涼しげな上にロマンがすごすぎて、暑さもどこかに吹っ飛んだぜ。危うく次回からブチギレ解説になるとこだったね。北極に感謝だわ。それはそれで面白そうだけどな。さて無事ゆっくりな空気が守られたところで今回の動画はここまでにしようか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。ゆっくり霊夢です。
ゆっくりマリサだぜ。あ、暑い、暑い暑い暑い。ああ、夏が近づいてきたことによって霊夢が発狂してる。暑すぎて夜も眠れないよ。あの霊夢が眠れないなんて一大事すぎるぞ。こうしちゃいられない、ひんやり涼しい話で暑さを忘れさせてやらないと。というわけで今回は南極で発見された奇妙なもの6選紹介するぜ。早く早く、暑くて溶けちゃう。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。古代人類と高度文明の痕跡？南極のピラミッド。トップバッターは南極のピラミッドだぜ。まず南極について軽く説明しておくと、南極は南極点を中心とする南極大陸及びその周辺の地域の名称だ。地球上で最も寒冷な地域の一つで、地表のほとんどが氷と雪に覆い尽くされている静かで真っ白な場所だぜ。聞いてるだけで涼しい気持ちになってくる。さて、そんな環境も相まって、南極は本来人類の手があまり及ばない場所なんだ。だが、実はそんな南極にピラミッドが存在しているとの報告が上がっているんだよ。こちらが実際の画像だぜ。ええ？モロピラミッドですやん。雪原にニョキリと生えた四角錐の構造物は、どこからどう見てもピラミッドそのものだよな。しかもこれは出どころ不明の画像などではなく、みんな大好き Google Earth で実際に見ることができる衛星写真なんだ。そうなの？ってことは確実に存在してるじゃん。そういうことだぜ。しかも発見されたピラミッドは計3つあり、2つは内陸20キロほど入った場所に、1つは沿岸部に近い場所にそそり立っているのが確認されているんだ。いずれも2012年に欧米の研究チームから発表された後、Google Earth 上でも確認できるとして話題となったぜ。そりゃ話題にもなるよ。っていうかなんで南極にこんなものが？さっぱりわからないぜ。そもそもこれまでに発見されたどの歴史書においても、南極に人類が定住し文明を起こしたという記録はない。それに人類が南極大陸を発見したのは1820年、南極点に到達したのは1911年とかなり最近のことなんだ。わずか100年から200年ほどの間にようやく人類が足を踏み入れた場所に、こんな構造物があるなんて不自然にも程があるぜ。そんな最近なの？じゃあこのピラミッドは一体？この奇妙なピラミッドが何なのかについては、オカルト的な説から科学的な説まで様々な仮説が提唱されていたな。まずこのピラミッドを古代人類の建造物だとし、これが南極がかつて人類が住むのに適した環境だったことの証拠となるのではないかとする説が挙げられていたぜ。はぁ、そんなことあり得るの？これがあり得るんだよな。実は南極大陸は何百万年も前には赤道に近い位置に存在しており、そこから長い時間をかけて現在の場所まで移動してきた可能性が示唆されているんだ。加えて NASA が南極の氷の下にある湖を探査したところ、発見された細菌の生態系は暖かな気候地帯のものと似通っていたという結果も出ている。これらのことから過去に南極は人類が住むのに適した環境だったとする説がこれまでにも囁かれていたため、今回のピラミッドもそれに関連づけて考えられてるんだ。すごい。仮にこの説が本当であれば、人類の歴史は大きく書き換わることになるな。ただこの説は立証できるほどの説得力がまだない上に、太古にピラミッドを建築できるだけの技術を持つ高度文明がなぜ歴史書に残らなかったのかという疑問が残るぜ。確かに。また他にも、このピラミッドは地球外生命体が作ったものだとするオカルティックな説もあるんだ。地球上には未だに謎めいた遺跡が多い上、今回は南極というほぼ未開の地でこうした謎のピラミッドが発見されているからな。少々ぶっ飛んではいるが、人類以外の知的生命体の存在を疑う声があるのも無理はないぜ。うおー、そういうロマン大好きよ。ただ、地質学者の中では、これはピラミッドではなく、ヌナタクと呼ばれる地形の一種に過ぎないとする意見が非常に多いのも事実だ。ヌナタク？キムタクのお友達かな？地形とスターを友達にするな。ヌナタクとは氷河に覆われた地域で見られる地形の一種で、氷河や氷床から頂部の実が突き出た山や丘のことを指しているぜ。まあ要はこの下に山の大部分が埋もれてるってことだな。ロマンどこ行った？まあ確かにヌナタクは一般的に鋭く角張った形をしているし、山ならば角張って四角錐っぽくなるのも不思議ではない。ただどうしてもロマン信者の私としては、自然物がここまで綺麗なピラミッド型になるのかと疑いたくなってしまうがな。激しく同意、疑いまくりだよ。結局のところこのピラミッドは存在してる場所が場所なだけに調査も難しく、人工物なのか自然物なのかすら未だに謎のままだ。そのためその仮説も断定もできなければ全否定もできないぜ。正直地球外生命体や古代人類の未知の文明説を推していきたいところではあるが、まあいずれにせよ、南極にポツンと存在するピラミッドは奇妙以外の何物でもないことは確かだな。南極の凍土に隠された人類のバトン、100年前のウイスキー。お次は100年前のウイスキーを紹介するぜ。
このウイスキーは2006年に南極の調査小屋の下から木箱に入った状態で発見され、2010年にニュージーランドに運ばれたものなんだ。南極とウイスキーに共通点が見つからないんですが？ああ、霊夢の言うように本来なら共通点のないかなり奇妙な発見物なんだが、実はウイスキーが埋められてた小屋は、1908年に南極調査を行ったイギリスの探検隊が建てたものでな。ウイスキーはその探検隊が保存のために凍土に埋めたものだと推測されているんだよ。そういうこと？てかすごい発見物じゃない？ああ、100年という時間ももちろんだが、このウイスキーが過去に南極に挑戦した人類の痕跡だというのがまたとんでもないな。しかも発見された1ダース入りの木箱には、スコッチウイスキーのマッキンレイが計11本収められており、1本足りないものの、他はどれも割れないよう紙と藁に丁寧に包まれ完璧な状態で残されていたんだ。くぅ、100年前の人類の痕跡なんてロマンだわ。ただ完璧な保存状態だったウイスキーのうち、1本だけなぜか開封された形跡があり、中身が少し減っていたんだ。ウイスキーを所蔵した博物館によれば、この欠けてる1本と開封されてるウイスキーは、探検隊のメンバーがこっそり飲んでしまったのではないかとのことだぜ。いや、お茶目か。体を温めたかったのか、はたまたただ飲みたかったのか気になるところだな。ちなみにウイスキーを埋めた探検隊は、南極点到達を目指したものの失敗しているんだ。だがそんな挑戦者の痕跡を、恒星で挑戦に成功した人類が茶目っ気ごと持ち帰ることができたというのは、なんともロマンある話だよな。バトンが渡されたような気分だよ。またこの発見はウイスキー愛好家にとってもロマンしかない話だったんだ。というのも発見されたウイスキーは非常に状態が良く、サンプルを抽出しその味を再現することができたんだよ。そのためウイスキー愛好家は100年前の味を楽しめるという超貴重なチャンスを得られたんだ。うわぁ、それは愛好家にはたまらないって。喉から手が出るほど飲みたい代物だろうな。なんせウイスキーの再現を担当した会社は、このウイスキーを天からの贈り物と評してるくらいだぜ。ちなみにウイスキーの再現には4年という歳月を要したが、最終的に再現は成功し、限定ブレンドとして5万本が約1万4千円にて販売されたぜ。これには愛好家もにっこりだよ。南極という場所に人類が挑み続けたこと、そこに痕跡を残したこと、人類を拒むほどの極寒の環境が、くしくも100年もの間それを新鮮なまま保ってくれたこと。これらの条件が揃ったおかげでこのウイスキーは現代に蘇ったんだ。これを奇跡と呼ばずしてなんと呼ぶんだろうな。強いて呼ぶなら運命かロマンだよ。間違いないぜ。無数の奇跡が紡いだロマンある奇妙な発見物。南極の分厚い氷の下には、こんな面白いものも眠っているんだ。なんだか南極が宝の山に思えてくるよな。南極半端ないって。銀世界をぶち壊すホラーすぎる滝？血の滝。お次は血の滝について紹介するぜ。南極といえば一面に広がる銀世界を思い浮かべるのが普通だろう。だが実は、南極には背筋も凍るような恐ろしい光景が広がっていることがあるんだ。その様子がこちらだぜ。ひぃー。血だよ。落ち着け。これは南極大陸のビクトリアランドに存在する滝で、通称血の滝と呼ばれているんだ。やっぱり血やんけ。悪い、最初に煽りすぎたな。この赤い液体は血じゃないから安心してくれ。実はこの滝に流れているのは、鉄分を豊富に含んだ塩分濃度の高い塩水なんだ。初見さんびっくりのこの血のような赤い色も、単に塩水に含まれる鉄が酸化し酸化鉄となって、氷の表面に付着するためにこうして色濃く見えているだけなんだ。はぁ、びっくりした。全然物騒じゃないのね。ああ、驚かせて悪かったな。この塩水は、血の滝の上流数キロにわたって氷河上に点在している小さな亀裂から湧き出しているんだが、そのすべてが突端部で合流するためにこれだけ主張の激しい赤色になるんだよ。何も知らずに見たらホラーすぎるよ。身の危険を感じてしまうよな。また血の滝を流れる塩水の源は、氷河の下に存在する池だと考えられているが、その池がどういった経緯で生まれどれほどのサイズ感なのかなど詳細な情報は明らかになっていないぜ。池も真っ赤だったりして？ありえない話ではないかもな。ちなみに血の滝が存在する地域周辺は、平均気温がマイナス17度と非常に寒い地域なんだが、血の滝は海水よりも塩分濃度が高いために、凍らずに滝として流れ続けることができるとされているぜ。なるほどねー。って塩分濃度が高いと凍らないの？ああ、理科の授業でも習ったと思うが、塩水は純水よりも凝固点が低いんだ。加えて凍結するときに熱を放出するため、周囲の氷を溶かすという性質も持つぜ。つまりは凍りにくいし、凍ったとしても周囲を溶かすから融水を維持できるということだな。ああ、習った。完全に理解したわ。嘘なのはバレバレだが、堂々としすぎていっそ清々しいぜ。血の滝は少し前まではなぜ赤いのかも、なぜ凍らないのかも謎のただただ奇妙な滝だったが、
真相が判明した今では南極名物のような扱いを受けているんだ。ただまだ何も知らなかった頃にこれを発見した人類は、次やられるのは自分だと恐怖を覚えたこと間違いなしだろうな。100% 怯えてたって。南極には超党の古代人が定住していた？細長い頭蓋骨。お次は南極で発見された細長い頭蓋骨について紹介していくぜ。先ほどこれまでの歴史上、南極に人類が住んでいた事実はないと説明したが、その歴史を覆しまくる衝撃的なものが発見されたんだ。それがこちら、南極大陸から発見された頭蓋骨だぜ。なんじゃこりゃ、存在も形も奇妙すぎるんだけど？そう。ただ人骨が発見されただけでも衝撃だが、この頭蓋骨は普通の頭蓋骨とは全く違い、頭部が細長く伸びてるから驚きなんだ。この頭蓋骨は2014年、アメリカのスミソニアン学術協会の考古学者チームが発見したものでな。発見された頭蓋骨は計3体で、どれも数百年以上前のものだとされているぜ。3体も？南極に先住民族はいないはずなんですが？これにはニュースを知った一般人も衝撃を受けていたぜ。当然ながら南極大陸から人骨が発見されたのはこれが初めてのことだ。そのため人々はこの頭蓋骨は未知の南極大陸先住民のものか、はたまたエイリアンのものかと大いに盛り上がっていたぜ。どっちにしろロマンがすごい。間違いない。ちなみにエイリアン派は、細長く伸びた頭部は我々人類が想像するエイリアンの姿に酷似しているとし、古代人とエイリアンは、南極大陸含む周辺大陸間でコンタクトを取っていたに違いないと主張していたぜ。おお、よだれ止まらなくなるって。また実は南極で発見された頭蓋骨と同様の形の頭蓋骨は、これまでにも中南米やヨーロッパ、エジプトやペルーなど世界各地の古代文明が栄えた地域から発見されているんだ。これらは超頭頭蓋骨と呼ばれており、頭部の特徴的な形は、幼少期からベルトなどで締め付けることで人工的に変形させていると考えられてるぜ。え、そんな見つかってるの？しかも人工的な変形？ああ、特にマヤ文明ではこうした頭蓋変形をほぼ全ての赤ん坊に施していたんだ。そのため学者の間では、頭蓋骨を変形させるのは古代文明に根付いた風習だろうと推測されているぜ。ただなぜ頭蓋骨を変形させるのか、その明確な理由は不明だがな。はい、ってことは南極で発見されたこれは古代文明の証拠？他文明と共通した特徴を持つ頭蓋骨が発見されたわけだ。その可能性は大いにあるだろうな。この説が正しければ、古代の南極大陸には人類が定住していただけでなく、南極固有の文明が他の大陸の文明とつながりを持っていたことになる。そうなるとこれまでの人類史、文明史が大きく覆り、各文明のルーツや地球の歴史そのものが変わってくる可能性もあるぜ。すごー。頭蓋骨が人間のものかエイリアンのものかはさておき、南極大陸にこうした人骨らしきものがあったという事実だけで歴史的にはかなりの大発見だぜ。ただこちらの頭蓋骨、何やら怪しい噂もあるんだよな。え？よだれしまった方がいい？それは常にしまっててくれ。実は頭蓋骨にまつわる一連の話は、ニュースによって拡散されたんだが、この元ニュース自体が入念に作られたデマなのではないかという噂があるんだ。え？そんなことある？ありそうなんだよな。というのもアメリカの検証サイトによれば、ニュース内で挙げられていた頭蓋骨の発見場所は、実際には南極大陸に存在してない地名であったり、発見者とされている人物が、学術協会で働いている形跡がなかったりと不可解な点が多いようなんだ。加えて世紀の大発見レベルの話題であるにもかかわらず、記者会見一つ行われていないのも不自然だと指摘されていたぜ。ぐ、それを聞くとフェイク臭が。ただもちろんこれは憶測でしかなく、頭蓋骨発見が嘘か本当かは謎のままだ。フェイクだとすればなかなか手が込んでいて大掛かりな気もするが、続報がないあたりに怪しさも感じる。正直どちらだと断定するのも難しい状態だな。だがロマン重視の私はやはり、ニュースは本物で歴史的に重要すぎるため、秘密裏に調査が進められてる。なんてストーリーを思い描いてしまうぜ。か、そのストーリー最高すぎるって、乗った。人類の痕跡か地球外生命体の痕跡か？古代遺跡。お次は南極で発見された古代遺跡を紹介するぜ。実は南極にはこれまでたびたび古代遺跡のような構造物が発見されているんだ。まずはこちら、これは Google Earth に掲載されている南極大陸の画像だぜ。なんじゃこりゃ？明らかに自然界にあるにはふさわしくない奇妙な痕跡だよな。この謎の痕跡は縦最大170メートル、横約120メートルと超巨大で、不規則ながらも自然にできるのか疑問に思えるような区切られ方をされているぜ。なんだかめちゃくちゃ奇妙だよ。この痕跡は Google Earth 上で発見されるとすぐさま話題となり、
古代文明の遺跡の名残なのではないかと噂されたぜ。 Google Earth で確認してみると、痕跡の周辺は至って普通の光景が広がっており、似たような構造の痕跡は見当たらなかった。なぜこの一つだけ奇妙に区切られた痕跡のようなものとしてここに存在しているのか、全くもって謎だったぜ。もしかしたらこの下に古代遺跡があるかも。十分にあり得ると思うぜ。またこの痕跡から北に5キロほど移動した場所に、これまた奇妙な物体が存在しているんだ。それがこちらだぜ。なんなのこれ。さっぱりわからないぜ。このかまぼこのような形をした構造物は、なんと長さ約125メートル、幅約45メートルと、これまた巨大なんだ。雪に埋もれてるため詳細な形はわからないが、先ほどの痕跡と似たような跡が周囲に見られることもあり、これも古代文明の遺跡の一つではないかと噂されているぜ。いやこれはロマンしかないって。周辺に見られる岩などの自然物とは明らかに経路が違うし、似たような自然地形も見られなかった。サイズ感から考えるに、この中に人が入ったり住んだりすることも可能だろうし、南極の古代文明で居住用に作られた構造物なのかもしれないぜ。住みたい住みたい。また中には、これは連絡船などの乗り物ではないかという意見もあったぜ。南極で発見された奇妙なものは多くあるため、南極に地球外生命体がいたとする説は根強くてな。そのためこの謎の構造物は、地球外生命体が乗ってきた連絡船ではないかと言われているんだ。確かに何か大きな乗り物が着陸した後のようにも見える。今のところこれらの構造物に対する公式の見解や調査などは行われておらず、果たしてこれらが何なのかは謎のままだ。ただ Google Earth の衛星写真に写っていた以上、今紹介した2つが実際南極に存在していることは間違いないからな。今後古代遺跡だと判明する可能性も、はたまた別のとんでもない何かだと判明する可能性も大いにあるぜ。そういう謎がいっちゃんロマンあるんですよ。南極の海に現れた奇妙で特殊な大穴？巨大な穴。最後は南極で発見された巨大な穴を紹介していくぜ。こちらの穴は南極のウェッテル海を覆う氷に開いたもので、2017年9月に衛星写真によって発見されたんだ。こうした海を覆う氷に開いた穴をポリニアと呼ぶぜ。いや最後の最後なんかしょぼない？お、喧嘩するか？まあ、確かに聞いただけだとしょぼく思えるかもしれないな。ただ実はこれがかなり興味深い穴なんだよ。まず発見されたポリニアの面積は約7万7千平方キロメートル。北海道にも匹敵するほどの巨大さを誇っていたんだ。めちゃデカですやん。またこのポリニアは沖に形成されていたんだが、本来ポリニアは風や海流による海氷の移流により沿岸部で形成されるもので、沖にできるのは珍しいことなんだ。加えてこの巨大さを誇ったまま1ヶ月以上も存在していてな。ポリニアは海面が大気に触れるため消失はしにくいものの、ここまで巨大なまま1ヶ月以上も存在してるのはかなり稀だとされていたんだ。もう全てが奇妙で特殊だよ。間違いない。それにそもそもこのポリニアという存在自体、まだまだ謎に包まれているんだよ。一応沿岸部では風や海流が原因で、海洋では暖かい水の上昇流が原因で形成されると考えられているものの、未だに断定できるような検証結果は出ていない。研究こそ行われているものの、メカニズムすら不明の謎めいた現象なんだ。そうだったの？謎な上に特殊って気になりすぎるよ。その上、現在研究者の間では、このポリニアが南極の海や気候に影響を及ぼしている可能性や、気候変動と関係している可能性が考えられているんだ。つまりポリニアの詳細が判明すれば、現在の南極の海だけでなく、地球全体の気候変動や温暖化の状況を知れる可能性があるんだよ。そんな重要な存在がこれだけのサイズ感で現れたら、そりゃ研究者も熱を上げるよな。いやめちゃくちゃ重要な存在やんけ。加えて南極のウェッテル海にこれほどの大きなポリニアが見られるのは、1970年代以来のことだったからな。トロント大学の教授も、このポリニアは40年以上姿を消して再び現れた、これは注目すべきことだ。とコメントしていたぜ。注目しないわけがないよ。結局、今のところこのポリニアがなぜ40年間姿を消したのか、何がきっかけでまた現れたのかは謎のままだ。ただ気候変動や温暖化との関係性が考えられる以上、奇妙な発見物で終わらせられないことだけは確かだぜ。できれば早急にいろいろ調査してほしいんですが、ポリニア自体が海水温に影響を及ぼしてる可能性も示唆されているし、環境問題に直結してそうな存在だからな。果たしてなぜこれだけ巨大なポリニアが生まれたのか、これがどういった影響を及ぼし、何と関係しているのか、これが地球からの悪い知らせでないことを祈るばかりだな。不安になるのでなるはやで続報もらえますかね。というわけで今回は南極で発見された奇妙なものを6選紹介したぜ。いやー、涼しいしロマンあるし最高だったよ。最後には背筋も少し寒くなったし、発狂が収まったようでよかったぜ。
人類の手が届きにくい場所だからこそ、突然奇妙なものが発見されるとロマンを感じてしまうよな。そうなのよ、妄想もはかどるしね。中には怪しげなものもあったが、それも含めてロマンだよな。いつか自分の足で南極に行ってみたくなってしまうぜ。というところで今回の動画はここまでにしようかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。それじゃあ今日は永久凍土、氷の中から発見された奇妙なものを6選紹介していくぜ。やっこい、発見された奇妙なものシリーズ大好きだよ。私も調べていて楽しいからじゃんじゃん紹介していこうと思うぜ。果たして今回はどんなものが出てくるか、期待しながら聞いててくれよな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。32000年の時を超え現代に蘇る？花の種。トップバッターは花の種だぜ。2012年2月、ロシアの研究チームはシベリア北東部を流れる川の沿岸部の永久凍土から奇妙なものを発見したと発表したんだ。発見されたのは、シベリア原産のナデシコカスガワラビランジという花の種だったぜ。はい、近所の子供が植えたのかな？いや、この種は現代の人類が植えたものではないぜ。なんせ年代鑑定の結果、この花はおよそ3万2000年前の後期更新世に存在していた種であることが判明しているからな。それを裏付けるかのように、花の種の周囲からはマンモスやバイソン、ケブカサイなど氷河期を生きていたであろう生物たちの骨も見つかっているんだぜ。さ、3万2000年前？私生まれてもないよ。生まれてたら困るだろ。氷河期前後の生態系には未だに謎に包まれた部分が多いこともあり、研究チームはこの花を現代で再生するために実験を始めたんだ。発見された種子のほとんどは、古代のリスが貯蔵目的でつけたとみられる傷によって発芽を阻害されていたが、幸運にもまだ発芽能力を残した未成熟な種も残っていてな。この種から組織を抽出し、発芽実験を行うことに成功したんだ。まさか現代に古代種を蘇らせる気？その通りだ。実はこれまでにもこうした古代種の再生、育成は何度も試されてきていたんだぜ。ただそのいずれもが、発芽しても時期に成長が止まって枯れてしまい、成果を得られずじまいだったんだ。ところが今回の種は、これまでの結果を見事覆し、なんと発芽しただけでなく、花を咲かせ、次世代につながる発芽能力を持った種子まで生み出したんだ。おーおー、復活の儀大成功だよ。これまで発芽育成に成功した種子は約2000年前の種子から育ったナツメヤシだけだった中、それよりも3万年も古い種の育成に成功したというのは歴史的快挙だったぜ。また開花した菅原ビランジを調査したところ、原生種とは花の形状が異なっていたことなんかも明らかになったんだ。この差は当時の気候や環境、原生種がいかなる進化を遂げ生き延びてきたのかなどを解明する重要な手がかりとなったぜ。すごすぎない？完全復活じゃん。とんでもないことだぜ。もちろん古代の植物を現代に再度咲かせた研究者たちもすごいんだが、何より成長できるような状態で3万2000年もの間残っていてくれた種や永久凍土もすごいよな。古生物学者たちも今回の成果には感銘を受けており、永久凍土は古生物遺伝子の貯蔵庫だと語っていたぜ。何それ最高の響きだよ。永久凍土から発見される古代種は、いずれもその低い温度によって最適な状態で保管されている、まさに天然の貯蔵庫だ。そのため発見さえできれば、原生種、古代種の進化の過程を単なる想像ではなく事実として知ることができるんだ。これは歴史を紐解く上でこの上なく貴重な資料であり、現代の人類を遥か昔の地球へと連れて行ってくれる存在だとも言えるだろうな。ロマンの詰まったタイムカプセルだよ。間違いないぜ。今後同じように保存された古代種がどれほど出てくるのか、それらがどんな歴史を見せてくれるのか。永久凍土がもたらしたこのタイムカプセルは、奇妙さよりもロマンが勝る品だったな。凍土から突き出た古代の武器？バイキングの剣。お次はバイキングの剣を紹介するぜ。2017年、ノルウェーにある標高1640メートルの山の山頂付近で、トナカイハンターが奇妙なものを見つけたんだ。実際に発見したハンターが撮影した写真がこちらだぜ。なんじゃこりゃ？錆びまくった剣？その通り、なんとハンターは山道で偶然古めかしい剣を発見したんだよ。こちらの剣は長さ約1メートルほどで、岩の合間から一部が突き出ていたんだそうだ。おそらくは永久凍土が溶けたことにより岩盤が移動し、埋もれていた剣を地表に露出させたのではないかと言われているぜ。はい、ワクワクする発見だわ。永久凍土から剣が出てくるなんてロマンしかないよな。しかも驚くべきことに、調査の結果この剣は850年から950年頃に使用されたバイキングの剣であることが判明したんだよ。めちゃくちゃ貴重じゃないの。
加えて錆びついてはいるものの刀身もまっすぐで刃こぼれも少なく、研究者も目を丸くするほど素晴らしい保存状態だったんだ。さすが2100年前後もの時間の中で、柄の部分に使われたであろう革などは腐敗し失われていたが、金属部分は研げばまだ使えそうなほど綺麗に残されていたからな。すごー、歴史的価値が計り知れないよ。まさかハンターも、トナカイを追ってる最中にこんな貴重な剣を発見することになるとは夢にも思ってなかっただろうな。この剣はすぐさま専門家に渡され、剣と発見場所周辺の調査が行われたぜ。ただどれだけ綿密な調査を行っても、この剣以外に異物は発見できなかったんだ。なんで？剣だけ落ちてることある？なくはないんだろうが、かなり不自然だな。そもそも発見場所は山の山頂付近というかなりの高地で、足場も悪く本来人が通るような場所ではなかったんだ。加えて当時剣というのは非常に貴重なもので、地位の高い人間しか手にすることができないために、命と同じくらい大切なものだとされていたんだよ。そんな大切な剣だけがそんな高地の山の中にポツンと捨てられているなんて、不自然以外の何物でもないぜ。いや、謎すぎない？ただ発見場所の不自然さに加えて、周囲にバイキングを埋葬や生贄にした痕跡がないことなどから、この剣を持っていたバイキングは吹雪などで遭難したのではないかと推測されているぜ。遭難中に身軽になるために捨てたものか、はたまた身につけたまま命を落としたのかはわからないがな。消えた主人と取り残された剣。切ないドラマの予感。しかしそれでもなお不思議なのは、周囲から剣以外に何も発見されていないという点だな。時の流れによって遺骨や革製品が失われるのはまだしも、他の防具や道具に使われた金属類は、剣同様に残っていてもおかしくないはずだ。こんな鉱山に剣だけ持って入るなんてことはないだろうし、他に遺物が見当たらないというのは極めて不自然なんだよな。確かに、大事な剣だけ残されてるって何事？またこの鉱山にバイキングが立ち入った理由も謎のままだぜ。そもそも剣を手にできるほど地位のあるバイキングが、遭難の危険がある山に単独で入るのは不用心が過ぎるし、仮に集団で遭難したのなら、地位の高い人物は一番に守られ、何かを失うことはまずないだろう。それに集団であればなおさら他にも異物が発見されるべきだろうし、地位を象徴する大事な剣だけが落ちている、なんてことはどの面から見ても不自然なんだよ。ロマンだけじゃなく謎まで提供してくる。結局、現在のところこの剣の持ち主がどうなったのか、なぜ剣だけが残されていたのかは不明だぜ。永久凍土から発見された古びた剣。単に少年心をくすぐるだけでなく、その背景に大きな謎とドラマを匂わせてくるなんともロマンの詰まったものだったな。私もこんなワクワクするもの見つけてみたいよ。奇跡的に発見された氷河に眠る機体？軍用機。お次は軍用機の紹介だぜ。2018年8月、この年は年々進行する地球温暖化の影響で、スイス北西部のアルプス山脈を覆う氷河が溶け出していたんだ。この妖怪は氷の層を薄くし、なんと中に閉じ込められていた非常に奇妙なものの姿をあらわにしたんだ。それがこちらだぜ。なにこれ？大きな部品？その通り、こちらはなんと第二次世界大戦でも使用されたアメリカ軍輸送機の残骸なんだぜ。機体は劣化でバラバラになっているものの、プロペラや翼の一部なんかはそのままに残されていたんだ。なんでこんなとこに？実はこの軍用機は1946年11月に兵士を乗せてオーストリアからイタリアに向かっていたんだが、その途中で悪天候に見舞われこの氷河に不時着したんだ。乗っていた兵士たちは皆怪我を負った中、極寒の地で耐えねばならないという壮絶な体験を強いられたぜ。ひぃ、想像しただけで地獄だよ。ただこの際スイス軍のパイロットたちが初めて鉱山地帯における空中からの救助活動を実施し、兵士たちは無事全員生還することができたんだ。ただ機体の回収だけはどうにもできず、70年以上もの間この軍用機は氷河の中で眠ることとなったんだぜ。それが発見されるって、奇跡じゃないの。間違いない。そもそも事故自体が奇跡みたいな結果だったしな。輸送機は時速280キロで最悪のコンディションの中を飛行し、兵士に死者を出さず機体もほぼ無傷で不時着していたんだ。その上世界初の空中からの救助が成功し全員が生還、そして70年越しに置いていかれた機体が氷の中から姿を現した。何から何まで奇跡としか言えないぜ。いや、すごすぎない？またこの事故は、スイスの航空救助隊が誕生するきっかけにもなった有名な事故でな。加えて機体の存在は当時の技術を知る上でも、歴史を繋いでいく上でも極めて貴重な存在だったため、今回の発見はニュースにも取り上げられ一躍話題となったんだ。そりゃ話題にもなるよ、もうすでに見に行きたいもん。気持ちはわかるぜ。ただ機体からは少量ではあるが油が流出しており、喫緊の危険はないものの、放置しておくことはできない状態だったんだ。
加えて氷河は温暖化の影響で溶けて動き続けている上に、発見場所はセキュリティのない場所だったからな。放置すればいずれ氷河と共に崩れ壊れてしまうか、悪意ある人々に持ち去られてしまうとして早々に回収作業が行われたぜ。じゃあもう見れないのか。ああ、氷河から発見されたエンジン部やプロペラ、木製パーツや毛布など、最大2トンに及ぶ回収物はスイス空軍によって回収されているぜ。一応発見当時に部品の一部は麓の村の観光案内所に展示し、残りは博物館に収蔵するという話は出ていたんだが、その後続報は聞こえてこないため、現在本当に展示されているかは謎となっているんだ。なるはやで博物館に展示していただきたい。まあ回収後に部品の構造を調査したり、展示するのに危険の内容手を加える時間もあるだろうからな。展示品になるとしてももう少し待たなければお目にかかれないと思うぜ。ただ貴重な資料であることは間違いないため、仮に人目に触れなくとも大切に保管されてるだろうから安心して続報を待っててくれよな。安心はしたけど待てないよー。1万8000年前の姿のままの未知種？子犬。お次は永久凍土から発見された子犬を紹介するぜ。2018年、シベリアの永久凍土から子犬が発見されたんだ。子犬は年代鑑定の結果、およそ1万8000年前に生息していた犬科の動物だと判明したんだぜ。さらっとすごいもの出てきたよ。しかも驚くべきことにこの子犬ちゃん、つい最近まで生きてたかのように綺麗な状態だったんだよ。体に欠損は見られず、ヒゲやまつげ等の繊細な部分までほぼ無傷だったんだ。かわいい。寝てるようにしか見えないよ。本当だよな。この状態の良さから調査も難なく進み、子犬の性別がオスであることや、命を落とした際まだ生後2ヶ月程度だったことなどが判明したんだ。ただ奇妙なことに、この子犬がどの種に属していたのかは未だに謎のままなんだ。実は子犬ちゃんじゃない可能性があるの？そうなんだよ。もちろん保存状態が良かったおかげで DNA の調査は容易に行えたんだが、どれだけ調査してもこの子が犬なのか狼なのかが特定できなかったんだ。これはつまりこの子が犬と狼の両方に繋がる種だったか、あるいは短い期間で途絶えた犬でも狼でもない独立した血統の生き物であることを意味していたぜ。おお、まさかの新種発見かもしれないってことだ。しかもこの子が生きてた1万8000年前というのは非常に興味深い時期でな。ちょうど現代に残る犬と狼の両方の遺伝子を持つ種が存在した時期と言われているんだよ。なんちゅうベストタイミング。そのためこの子がどちらの種なのか、はたまたハイブリッドだったのかはかなり注目されているんだ。なんせその結果によって現代の犬や狼につながる進化の過程や、氷河期末期の2種の生態が判明するかもしれないんだからな。生物学会大盛り上がりだよ。また仮に種族が犬に分類されるのであれば、この子犬ちゃんは歴史上最古の犬ということになるんだ。これは現在知られる犬の歴史に新たな1ページを加える重要な存在だと言えるぜ。まあもちろん新種であっても狼であっても、歴史的に貴重な存在であることに変わりはないがな。ちっちゃい体でロマン無限大ね。それにこの子が犬と狼のハイブリッドだったとしても、それは古代の生態系の関わりを紐解く鍵となる。どう転んでも、この可愛らしく保存状態のいい子犬ちゃんは人類に古代の環境を教えてくれる素晴らしい存在となってくれるはずだぜ。発見されてくれてありがとう。現在この子犬ちゃんはドゴールと名付けられ研究が続けられているんだ。このドゴールという名前はシベリア地方の言葉で友人を意味するほか、ドッグはウルフ、彼の種は犬か狼か？という意味合いが込められているぜ。いや、名付けが完璧すぎる。見た目の可愛らしさと存在の貴重さのおかげか、研究者の名付けがバチバチに決まってるよな。短い期間で命を落としながらも、未来に多くのロマンを運んできてくれた子犬ちゃん。そんな存在が冷たい凍土の中で1万8000年もの間完璧な状態で残っていたと考えると、なんとも奇妙な気持ちになるぜ。幼さを思うと切ないけど、待っててくれてありがとう。温暖化が見せた悲しき真実？第一次世界大戦の遺物。お次は第一次世界大戦の遺物を紹介するぜ。2021年、とある研究者チームがイタリアのスコルッツォ山山頂付近の洞窟から100年以上前の遺跡を発見したと発表したんだ。発見されたのは兵士たちが隠れ家として使っていた小屋で、中からは大量の遺物が発見されたんだぜ。ふわー、歴史的発見すぎる。実は以前からここに小屋があることは知られていたんだが、周りを氷河が覆っていたために中に入ることができなかったんだ。だが地球温暖化の影響でその氷が徐々に溶けたため、今回研究者らが残りの氷を削り出し、内部に入ることに成功したんだぜ。すごいと思うと同時に地球温暖化が恐ろしすぎて、今回紹介してるのはいずれも地球温暖化の影響で発見されてるものばかりだからな。
もちろん考古学者的には嬉しい発見ではあるだろうが、その深刻さを思うと複雑な気持ちになるぜ。手放しでは喜べないのがな。さて今回発見された小屋からは、兵士の亡骸を含む300点もの遺物が発見されたんだ。その中にはコインやヘルメットや武器、消火器なんかが存在しており、遺物から当時の兵士の生活環境を伺い知れたぜ。背負うべき歴史だからこそ、当時を知れるのはありがたいよ。もともと当時の兵士たちはこの地で氷点下の気温に耐えつつ過ごし、時には雪崩や低体温症によって命を落とすこともあるという厳しい状況の中を戦い抜いていたことが知られていたんだ。だが今回発見された遺物からは、当時の兵士たちがさらに壮絶な貧困生活まで強いられていたことが判明しているんだよ。え？環境だけでも地獄なのに？ああ。というのも発見された遺物の中には、空き缶を再利用して作られたお玉などの生活用品が多く見受けられたんだ。これは物資が不足し、兵士たちが倹約生活を強いられていた証拠に他ならない。つまり彼らは寒さだけでなく、飢えや物資の不足にも苦しめられていたんだよ。そんなの辛すぎるよ。弾薬などの戦闘用備品がきちっとしてる中、兵士たちの生活に関わるものだけが粗末だったというのがさらに胸を締め付けてくるな。また発見物の中には兵士たちが残した日記やハガキもあり、言葉だけでは現実味を帯びない戦争という存在に、避けられないほどの実感がもたらされていたぜ。貴重だけど、苦しい発見物だよ。まったくだ。今回発見された小屋や遺物はタイムカプセルとしては、世界で最も重く背負うべきものだったと言えるだろうな。また今回の発見から、研究者たちは歴史の伝聞ももちろんながら、深刻な地球温暖化についても頭を悩ませていたぜ。そりゃ悩ますよ、100年ちょいで相当氷溶けてるもん。そうなんだよ。第一次世界大戦を戦い抜いた兵士たちの記録を、閉じ込められたままにしなくて済んだのは素晴らしいことだ。だがこの発見は、これから100年先の気象状況を暗示するものだからな。100年前後で氷の中から遺物を発見できるようになったのなら、今から100年先にはここの氷河そのものが失われてる可能性も大いにあるぜ。いやー怖すぎる。地球温暖化と戦争の痕跡、そのどちらも人類が背負っていくべき歴史であり枷の一つだ。枷を背負うためにはまた枷の重みを知らねばならないとは、なんとも皮肉な話だな。善良な登山者が発見した3000万の遺物？お宝。最後は氷河から発見されたお宝を紹介するぜ。2013年にフランス南東部のアルプス山脈最高峰のモンブラン付近で、氷河を登っていた登山者が奇妙なものを発見したんだ。発見されたのは中に箱の入った布袋で、男性は中身を確認するや否や警察に届けたんだぜ。いや何事？まさか犯罪に関係する何かとか？その中身は、なんとぎっしりと詰まった輝く宝石だったんだよ。袋に入っていた金属の箱の中には、ルビーやサファイア、エメラルドなどの多種多様な宝石が詰まっていてな。その価値は時価総額で、なんと1730万から3300万だったとされているぜ。トレジャーをハンティングしちゃってる。発見した登山者も腰を抜かしたことだろうな。そして何よりすごいのは、この登山者がめちゃくちゃ善良だったことだ。氷河から発見された宝箱なんて、正直黙っていれば誰にもバレずに自分のものにできてしまう。だがこの人は袋に書かれたインド産の文字を見て、すぐこの宝石たちを警察に届けたんだよ。マジで聖人すぎる。ところでインド産が何かの鍵なの？ああ。実は宝石が発見されたモンブラン付近では、1900年代に何度かインド機の墜落事故が発生しているんだよ。これを知っていた登山者は、すぐにこの宝石が墜落事故で亡くなった誰かの所有物だと考えつき、警察に届け出たんだ。いや、聖人度がさらに上がったんだけど、いい人すぎるよ。欲にも負けず他者を思いやる気持ちで行動できるなんて素晴らしすぎるぜ。この誠実な登山者の届け出に報いるべく、届けられた警察も、宝石の所有者か相続者捜索のため、インド警察に協力を仰いだと発表していたぜ。全てが善で動いてる、何この素敵な世界。ただその後、警察側は調査を続け、所有者や相続者が名乗り出るのを待ち続けたんだが、宝石の持ち主及び相続者は現れず発見もされなかったんだ。おそらくいずれの墜落事故でも、乗客全員が亡くなるという痛ましい結果になっているため所有者がわからず、相続者に当たる人が存在しているかどうかも判断できなかったんだろうな。本人や家族の元に届けられたらよかったんだけど、まったくだな。だが悲しいことばかりではなかったぜ。実はこの持ち主の見つからなかった宝石は、誠実な対応を見せた登山者と人で半分ずつ、価値にして約1900万円ずつで分配されたんだ。もちろん持ち主の元に届けられるのが一番ではあったが、正しすぎる対応を見せた登山者が報われたことは喜ばしいぜ。おー、登山者さんの人格が成し得た結果だわ。
市長もこの登山者の誠実さに感動し、法を守って取得物を届け出てくれた登山者を思うととても嬉しい気持ちになる、と話していたぜ。これは間違いなく、氷河から宝箱を発見し、それを正しく扱った彼にふさわしい正当な支払いだろうな。間違いないね。亡き人の思いを勝手に語るのは野暮ではあるが、きっと本来の所有者も彼に使われるのであれば安心できるんじゃないだろうか。きっとここで受け取った宝石もまた、彼は正しく使ってくれる気がするぜ。というわけで今回は、永久凍土、氷の中から発見された奇妙なもの6選を紹介したぜ。めちゃくちゃロマンあったよ、けど、わかるぜ、地球温暖化の影響でというのが引っかかるよな。だが起きてしまった以上、それをなかったことにはできない。悔やむのではなくこれからできることを考えていこう。そして温暖化の結果で出てきた異物たちには、敬意と反省の気持ちを持ちつつ接していこうぜ。さて今回の動画はここまでにしようか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は砂漠で発見された奇妙なもの6選を紹介していくぞ。よっしゃー。けど砂漠から発見される面白いものってあるの？とにかく砂しかないイメージなんだけど。これが実はかなり面白いものが色々と出てきてるんだぜ。楽しみにしててくれよな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、広大な砂漠ににょっきり生える巨大な手。砂漠の手。トップバッターは砂漠の手だぜ。実はチリのアンデス山脈と太平洋の間に広がる海岸砂漠であるアタカマ砂漠では、見る人をギョッとさせるような奇妙なものが発見されているんだ。それがこちらの砂漠の手と呼ばれるもので、その名の通り手を模した巨大な彫刻となっているぜ。ドドドドド、未知の才能を引き出されそうな予感。お、いいとこをつくな。実はこの手、ジョジョの奇妙な冒険の第7部に登場する、悪魔の手のひらのモデルになったのではないかとの噂もあるモニュメントなんだぜ。さてそんな砂漠の手は1992年にチリの彫刻家マリオ・イララザバルが制作したものなんだ。高さは11メートルもあり、爪や細かなシワまでもが忠実に再現されているんだぜ。何より広大な砂漠に突然手がニュッと生えているその光景は、長年観光客を圧倒しているんだ。そりゃ圧倒もされるわ。事前情報なしにこの手を見つけたら腰を抜かしてしまうよな。しかもこのモニュメント、実は未だにどんな目的で作られたものなのかがはっきりしていないんだよ。制作年代と制作者こそはっきりしているものの、なかなか謎に満ちた存在なんだぜ。そこまでわかってるのに目的だけ謎。そうなんだ。この彫刻の持つ意味や目的を調べてはみたんだが、記されている内容がどれも統一されていなくてな。まず最初に見つけたのは、この手には水難の危険を警告する意味があるとの説だったぜ。砂漠で水難、関連性が感じられないんだけど。このワードだけ聞くと奇妙に思えるかもしれないが、実は砂漠で一番多い死因は溺死だと言われてるんだぜ。というのも、普段雨のほとんど降らない砂漠では砂や土が乾燥し、ぎゅっと固まっており簡単には水を通さない状態になっているんだ。そんな場所にたまたま雨が降ると、地面が雨を吸収できず降った雨がそのまま低地へと激しく流れていってしまうんだよ。はい、そんなこと起きるのね。そして流れた雨は干上がった川を一気に洪水へと導き、砂漠地帯すらも飲み込んでしまう。これがいわゆる砂漠で発生しやすい鉄砲水ってやつだな。この時流れていく雨は激しい洪水と同じくらいの威力を持つ上に大量の土砂を含むため、砂漠でこの現象が起きると人々は逃げる間もなく猛スピードの土石流に飲み込まれてしまうんだよ。ひえー、これは注意喚起もするわ。実際2015年にはアタカマ地域で洪水が起き、少なくとも2人が死亡し24人が行方不明になってるしな。アタカマ砂漠もこの洪水の影響で微生物類が死滅する被害を受けていたし、砂漠でも水難の危険は十分あるんだ。砂漠行くときには天気予報のチェックが必須だね。また砂漠の手は、人間の苦しみと砂漠の広大さが持つ空虚さを表してるとする情報もあったぜ。実は砂漠の手を制作した彫刻家はもともと人間の状態からインスピレーションを得て彫刻制作をすることが多く、中でも悲しみや孤独を含む人間の影の部分を探求していたんだ。そのためこの手にもそうした少し影のある意味が込められてると噂されているぜ。はい、こっちはザ・芸術って感じの説だね。そしてさらにザ・芸術だった説は、込められた意味は見るもの次第だという説だな。そもそも芸術とは言語化しがたい何かを感性のままに表現することだ。そんな作者の感性の爆発である作品に、言語化できる一つの意味合いを持たせようとすること自体間違ってるのかもしれないぜ。この説が一番かっこいいし押せるかも。結局、現在でもこの手に作者が込めた意味や意図ははっきりしないままだ。ただ意味や意図が何であれ、この手が観光客の度肝を抜き、そして楽しませていることは間違いない。
砂漠に佇む奇妙な手は、様々な人を楽しませつつも謎を秘めたまさに芸術と呼ぶべき存在だな。これは一度見てみたいよー。2、砂漠に広がる古代の海の景色。クジラの谷。お次はクジラの谷を紹介するぜ。1902年から1903年にかけて、エジプトにあるクジラの谷、正式名称はディアルヒタンでは奇妙なものが発見されていたんだ。それはクジラの谷という名前にふさわしく、非常に貴重で状態のいいクジラ類の化石だったぜ。砂漠からクジラの骨？ああ。この発見以降砂漠の調査が進められたんだが、そこで実はこのクジラの谷が古代には海の沿岸部だったことが判明したんだぜ。砂漠で発見された古代の海辺、これだけでもロマンがすごいよな。いや、すごすぎるって、かつての海中が今や水のない場所になるって。しかも驚くべきことに、ここで発見された化石類は約4000万年も前のものであることも判明しているんだ。当然化石として出てきたクジラ類は現代の人は違う進化途中のもので、古代の海洋生物の進化系譜を確認できる非常に貴重なものだったんだよ。発見されたのは原始クジラだったのね。そういうことだ。まずクジラ類として発見された化石は、バシロサウルス一種のものだったぜ。バシロサウルス一種は新生代古代三期新生後期の温暖な海に生息していた原始的クジラ類で、推定全長が21メートルを超えておりヒレに進化しながらも、5つの指をまだ明確に残した前肢と後肢を残していた生物なんだ。聞いたことある名前だわ。結構有名な古代生物だからな。またバシロサウルス一種以外にも何種類かの古代クジラ類が存在しており、累計1000頭を超えるクジラの祖先の化石が発見されているんだ。ちなみに現在でもクジラの谷には全長20メートル前後のクジラの化石がそのまま地面に残されており、観光客には人気のスポットとなっているぜ。嘘でしょ、土からひょっこり反してていいもんじゃないよこれ。ロープで立ち入りを規制してるとはいえ、こんなあっさり見ていいのかとドキドキしてしまうよな。さらにここではクジラ以外にも多くの海洋生物の化石が発見されているんだ。例えば原始ジュゴンやマングローブの化石、カメやノコギリザメの歯の化石なんかも見つかってるぜ。ひゃー、まんま海が化石化して出てきてる。ああ、当時クジラの谷が比較的浅瀬で海洋生物が多く生息していたこと、入り江にクジラが餌や繁殖の場所を求めて集まっていたことなんかが鮮明に想像できるぜ。当然ながらこれだけの化石を抱えたクジラの谷は非常に貴重なため、2005年にはユネスコの世界自然遺産に登録されているんだ。されなきゃおかしいまであるよ。化石が一つ出てきただけでも大騒ぎ案件なのに、クジラの谷では視神性の海洋環境と生物の進化系譜を確認できる化石が多数発見されてるわけだからな。クジラの谷以外にこれだけの化石を発見できた場所は存在しないし、これは保護されるべき場所だと言えるだろう。学問的にもロマン的にも保護必須だね。加えてクジラの谷は化石だけでなく、奇妙で美しい地形を持つことでも有名だからな。化石に見とれた後で太顔を上げると、風化と侵食という彫刻家が生み出した奇跡を至る場所で確認できるんだ。自然の作り出した彫刻たちは、まるで古代の海を再現するような荘厳さとロマンを感じさせてくれるぜ。ふわー、行ってみたすぎる。クジラの谷は世界自然遺産にこそ登録されているものの、保護区以外はツアーで観光客も入れるようになっているぜ。先ほども言ったように観光ルートには地面に半分埋まってる観賞用の化石も存在しているし、興味がある人はぜひ一度足を運んでみてほしいぜ。早速ツアー情報を調べなくちゃ。3、砂の中にそそり立つ銀色の柱。モノリス。お次はモノリスを紹介するぜ。2020年11月、アメリカ、ユタ州南東部に広がる砂漠の真ん中で奇妙な柱が発見されたんだ。この柱は州公安当局者が野生の羊を数える作業のために上空をヘリコプターで飛んでいた際、偶然発見したものだぜ。いや何これ、野生生物数えてる最中に見つけたら腰抜かすけど。意味不明すぎて脳もバグるな。この奇妙な銀色の柱は高さ3メートルほどで、周囲の砂漠地帯からは浮きに浮いた風貌をしていたぜ。そのあまりに奇妙な姿が1968年に公開された SF 映画、2001年宇宙の旅に登場するモノリスそっくりだったため、人々はこの柱をユタ州の砂漠に現れたモノリスと呼び注目したんだ。想像の倍は似てたわ、まさかこれ本当にモノリスなんじゃ。この騒ぎを知った人の中にも、モノリスを映画の内容に関連付けて地球外生命体と関わりのあるものだと考える人は多かったぜ。また他にも映画のファンが作った作品だとする説や、前衛的なアーティストの作品だとする説など様々な仮説が立てられていたんだ。地球外生命体が建てたとかだったら熱すぎるよ。しかも面白いことに、このモノリスは建てられてから発見されるまでに5年もの月日がかかっていたんだよ。
実は現地を Google Earth で確認したところ、2015年8月の衛星写真にはなかったモノリスが2016年10月には出現してるのが確認できてな。そのためモノリスは2015年8月以降に設置され、2020年まで誰にも気づかれず佇んでいたと考えられているんだぜ。5年も気づかれないとかさらにミステリーだよ。砂漠の秘境の地とはいえびっくりだよな。この色々と奇妙で面白いモノリスには世界中が熱狂し、周囲に乗り出した地元当局ですら、許可なしに連邦当局の管理する公有地に構造物または芸術作品を設置することは、どの惑星から来ていても違法行為だ。と映画の内容に絡めたノリノリの公式声明を出していたんだ。海外のこういうノリほんと好きよ。モノリスは発見から少しの間、世界中のオカルト好きによって場所が特定され訪問されていたぜ。ただ、これまた奇妙なことに5日程度で忽然と姿を消してしまったんだ。これには人々も地元当局も困惑していたが、その後自然環境保護目的で男性4人が撤去していたことが判明したぜ。その人たちは人間ですか？人間です。実はモノリスを見に来た人々の治安はかなり悪くてな、自然を破壊しかねない行為も多く見受けられていたんだ。これを重く捉えた男性4人が、自然保護のため真夜中に砂漠からモノリスを撤去したんだよ。こうしてモノリス騒動は終わる。かと思いきや、なんと今度はモノリスの制作をほのめかすような投稿がされたんだ。犯人来ちゃ。その投稿をしたのがアメリカのアートコレクティブ、ザ・モストフェイマスアーティストだったぜ。このグループは自らの SNS アカウントにモノリスの完成予想図や制作時の写真などを投稿したんだ。ただ写真ではうまく制作者の顔が全て隠されており、制作者を問うコメントにも、ノットノーとしか返答しなかったんだ。むむむむむむ、じゃあこの集団が関わってるのは間違いないけど、制作者や意図は未だに謎ってこと？そういうことだ。これ以降ザ・モストフェイマスアーティストはモノリスを販売するなどの動きを見せたものの、最後まで制作者や意図に関する情報は出さなかったぜ。しかしグループの代表は今回の件に関し、このめちゃくちゃな年の締めくくりとしては、私たちがまた悪ふざけをしているだけだと世界ががっかりするよりも、エイリアンと接触したと単純に思い込んでいた方が良いのではないか、とあえて真相を隠しているような粋な発言をしていたんだ。正直謎にされた方がそそります。結局現在でもこのモノリスに関する詳細は不明のままだ。ただこれ以降世界各地に似たようなモノリスの出現が多発し、ある種の流行りのようなものが生み出されていたぜ。それだけこの砂漠で発見された奇妙な柱は、世界中を魅了するかなりロマンある存在だったってことだろうな。間違いないよ、私も日本にモノリス設置しようかしら。4、古代中国居住の謎多きヨーロッパ系美人、ローランの美女。お次はローランの美女を紹介するぜ。1980年、中国の新疆ウイグル自治区にあるタクラマカン砂漠の東で奇妙なものが発見されたんだ。発見場所はローラン鉄板鉱遺跡というタクラマカン初期の文明の遺跡で、発見されたのは非常に保存状態の良い女性のミイラだったぜ。まつげなった？顔立ち整いすぎでしょ。そうなんだよ。当時このミイラは中国最古の年代のものであったことと同時に、その見目麗しい姿から非常に話題になったんだ。そのためミイラの呼び名はストレートに、ローランの美女とされたんだぜ。私もミイラになったら白霊の美女って名付けられたいわ。まあ霊夢の場合は実中ハックまんじゅうか宇宙人扱いだろうな、体格的に。さてこちらのローランの美女は炭素14測定の結果、紀元前19世紀頃、今から約3800年ほど前に埋葬されたものだと判明したぜ。また死亡時の年齢は40歳前後で、身長は155センチと推測されているんだ。40歳、このふっさふさまつげで、美魔女が過ぎるよな。そして霊夢も言ってるように、この女性は非常にまつげが長く鼻も高くて顔の彫りが深かったんだ。また髪の毛も深い褐色のウェーブで、アジア人の様相とは少し異なっていたぜ。私と一致してる部分が微塵もないよね。この容姿を不思議に思った研究者たちが DNA 鑑定をしたところ、なんとこちらのローランの美女はモンゴロイドの血が少し混ざったコーカソイドであることが判明したんだよ。コーカソイドとモンゴロイドは人類を形質的特徴によって分けた区分の一つで、コーカソイドがヨーロッパ系の特徴を持つ白色人種、モンゴロイドがアジア系の特徴を持つ黄色人種を指すぜ。はい、じゃあヨーロッパ系とアジア系の混血だったのね。そういうことだぜ。これは初期ユーラシアン混血とも言える存在であり、また約3800年前の中国に白色人種が住んでいたことを示す重要な存在だ。そのため世界中の研究者から注目を集めていたぜ。おお、すごい方を発見しちゃったわね。またローランの美女以外にも同じ場所から発見されたミイラがあったんだが、そちらも皆ヨーロッパ系、あるいはヨーロッパ系とアジア系の混血であったことが判明しているぜ。
これらの事実と現在でも中国の新疆ウイグル自治区には、ヨーロッパ系とアジア系の混血と見られる人々が多くいることから、古代の中国に白色人種が住んでいたことはほぼ間違いないだろうと言われているんだ。これ古代の人類のつながりとか居住地域の歴史に大きく関わるでしょ？その通りだぜ。また DNA だけでなく、ローランの美女はその埋葬方法も奇妙でな。実は彼女は船のような形をした棺に埋葬されており、船にはオールマデモがついていたんだ。この船を棺にする風習は北欧のバイキングのそれと似通っており、ここからタクラマカン砂漠で発見された混血のミイラたちは、バイキングと何かつながりがあったのではないかと推測されているぜ。うわぁ、ロマンがロマンとつながったよ。バイキング自体がまだ多くの謎に包まれた、非常にロマンある武装船団だもんな。もしローランの美女とバイキングが繋がっていたのであれば、歴史的にもかなり重大な発見になること間違いなしだぜ。ただ、実はこのローランの美女についてはあまり調査が進んでいないんだ。なんで？実は彼女の DNA 鑑定の結果が出た後、その結果が気に入らなかったのか中国側がヨーロッパにあったローランの美女の返還を求めたんだよ。返還後は一応ローランの美女の生前の姿を再現する像が制作されたが、それ以外に目立った研究結果は見つけられなかったぜ。研究してよー。ちなみにこれが中国で制作された再現像2体だ。そしてこちらは絵による生前の姿の再現だぜ。どれも高い鼻と切れ長の目の美しい顔立ちをしているな。若干ずつ系統は違うものの、どの復元も皆美女と呼ぶにふさわしい顔立ちをしてると思うぜ。いやめちゃくちゃ綺麗、ファンになるって。最終的にこの女性が一体どんな理由で中国に来たのか、バイキングと繋がりはあるのかなど詳しいことは不明のままだ。だがミイラになってもわかる美しい容貌と謎めいた興味深い背景は、世界中の人々と研究者のどちらも魅了してしまう存在だったぜ。5、砂に埋もれた航空界の歴史的発見。第二次世界大戦の戦闘機。お次は第二次世界大戦の戦闘機を紹介するぜ。2012年5月、エジプトのサハラ砂漠で奇妙なものが発見されたんだ。その画像がこちらだぜ。戦闘機。その通りだ。なんとエジプトのサハラ砂漠から、第二次世界大戦当時の戦闘機が発見されたんだよ。この発見は航空の世界ではツタンカーメン王の墓に匹敵する発見とも言われており、あまりに貴重かつ奇跡的な発見に一躍話題となったんだ。とんでもない発見じゃないの。発見者はポーランドの石油会社の社員で、戦闘機は砂に埋もれ残骸と化してはいたものの極めて保存状態が良く主翼や尾翼、操縦室の計器類の大部分までもが無傷の状態で残されていたぜ。まさに奇跡じゃん。また発見された戦闘機は調査の結果、1942年6月にサハラ砂漠に墜落したイギリス空軍の戦闘機 P40 だと判明したぜ。P40 はアメリカのカーチスライト社が開発しアメリカ陸軍航空軍で運用していたもので、イギリスに百数十機が引き取られていた機体なんだ。はい、よく墜落した日まで特定できたわね。残骸が綺麗に残されていたから調査も順調に進んだんだろう。なんせこの戦闘機に乗っていた人物の詳細や墜落当時の様子も事細かに判明しているからな。まず戦闘機のパイロットは当時24歳だったイギリス空軍のデニス・コッピング軍曹という人だったぜ。彼は戦闘機の修理のために別の空軍基地に向かっていたんだが、途中で方向を間違ってしまったようなんだ。うわ、致命的ミスすぎる。本人が間違いに気づいた時には時すでに遅く、戦闘機は燃料不足で引き返すこともできず広い砂漠の真ん中に墜落することとなってしまったぜ。ただ墜落現場には日よけとして使ったと思われるパラシュート等軍装の生存を示すものがいくつかあり、墜落こそしたものの軍装は当初無事だったと考えられているんだ。よく言ってたね。じゃあ軍装さんはその後保護されたのかな？いや、そうした記録はないな。そもそも機体が墜落したのは灼熱のサハラ砂漠の真ん中、普通の人間はそう長く生きてはいられないはずだぜ。加えて生存を示すような痕跡はあったものの他者に助けを求めたような痕跡やご遺体は残されておらず、おそらく軍曹は墜落後に飛行機を離れ砂漠をさまよったものとみられているんだ。自殺行為もいいとこじゃない？そうなんだよな。普通に考えて人が一人で砂漠を歩いてたところで生存時間はたかが知れているし、誰かに見つけてもらえる可能性も低い。だが飛行機のそばにいれば機体やパラシュートが目印になるし、機体にはわずかながら発煙筒が備えられているはずだぜ。どう考えても歩き出すよりその場に留まった方が生存率は高かったはずなんだよな。なんで最悪なルート取っちゃったの？この件を知った戦士課は、おそらく軍曹は誰も助けに来ないと悟り自暴自棄になって、自分の足で歩いて助けを求めることが助かる唯一の方法だと考えたのだろうと推測していたぜ。
まあ突然ミスが発覚して機体が墜落し、砂漠という地獄の環境に一人放り出されたらパニックになって正常な判断なんてできないよな。うふ、確かに。私なら泣き叫びそうだわ。ただ結局パイロットだった軍曹の亡骸は発見されておらず、彼がどこまで進みどこでなぜこと切れたのかは謎のままだぜ。いつか見つけ出して涼しい場所に眠らせてあげたいね。まったくだな。また発見された機体はイギリスに持ち帰り英国空軍博物館に展示されることが検討されていたぜ。砂漠の砂の中から現れた戦闘機は我々に当時の技術を伝えるだけでなく、パイロットとの切ない別れのストーリーをも教えてくれるなんとも奇妙で貴重な存在だったな。6、砂漠に敷かれたプニプニボールの絨毯。紫の球体。最後は紫の球体を紹介するぜ。2013年2月、アメリカのアリゾナ州南東部にある砂漠地帯にて非常に奇妙なものが発見されたんだ。それがこちらだぜ。うお、お花か何か。落ちてる紫のものをズームした写真がこちらだ。うわぁ、三宝石で買えるやつや。水で膨らむプニプニボールな。そう、なんと砂漠地帯で発見されたのは紫色を帯びたプニプニとした奇妙な玉だったんだよ。しかも見つかったのは一つや二つではなく、地面を覆い尽くすほどのおびただしい数だったぜ。いや何これ、砂漠にこんなものないんだけど。それがこの球体の正体は現在でもさっぱりわからないままなんだ。この球体たちを最初に発見したのはたまたま近くを通りかかった夫婦だったんだが、二人はあまりの奇妙さから知り合いの動物学者にもこの球体の正体を尋ねていたんだ。だが知人もこの球体の正体を知らないどころか、まるで見当もつかない未知のもののようだと答えたそうだぜ。ますます謎だよ。その後夫婦はこの球体の正体を調べるべく様々なメディアに情報を提供し、自らもまた現場に赴き調査を行ってな。その際にはなんとカーペットのように敷き詰められていた紫の球体を、夫婦自ら触って潰してみたそうだぜ。二人の話によれば、球体自体の感触は少し粘り気のあるゼリー状で潰すと中から水が染み出てきたそうだ。いや勇気がすごいな、そして砂漠に水気はないんですが。そうなんだよな、どう考えても球体の特徴と落ちている環境がずれすぎてるぜ。この奇妙な物体には専門家たちも度肝を抜かれたようで、一応多分野から様々な仮説が出てはいたものの、いずれも正体を断定することはできず現在も紫の球体の正体は謎のままとなっているんだよ。ふわぁ、これは近代ミステリーだわ。参考までに当時上がっていた仮説を紹介しておこう。まず植物学者の意見では、この球体が自然発生したものなら粘菌か白キクラゲの一種である可能性があるとのことだったぜ。まず粘菌は風の谷のナウシカにも登場する生物で、アメーバのように動いたりキノコのような形になって胞子を飛ばしたりする不思議な存在だ。そして白キクラゲは花びらのような形状で木などに発生するキノコだな。はい、けどどっちもそこまで似てないような。そうなんだよな。形特化の説だと、先ほども出た水で膨らむビーズや吸水ポリマーなどの化学製品だとする説が存在しているな。実はこの紫の球体以前にも、イギリスで空から似たような青色のゼリー状の玉が降ってきた事件があってな。その際にも化学製品説が有力視されていたため、今回もまた有力候補として上がってきていたんだぜ。正直一番それっぽいのはこっちよね。形状と食感が完全に一致してるしな。また中にはイギリスの事件を参考に、この紫の球体は鳥が運んできた海洋生物の卵だとする説なんかも存在していたぜ。ただ今回の球体に関しては発見時すでに地面に敷き詰められていたため、球体が空から降ってきたのか転がってきたのか、はたまた自然増殖したのかはわからないがな。いや自然増殖してたら怖すぎない。気がついたら霊夢の部屋にもこの紫の球体がゾワゾワと増えているかもしれないぜ。まあというのは冗談にしても、とにかくこの紫の球体がなんで、どこから来たものなのかはさっぱりわからないんだ。その後は目撃情報も出ていないし、現在では正体を突き止めようもない正真正銘の謎の物体となってしまっているぜ。これは純粋に気になる案件だわ。砂漠のど真ん中に、水気を含んだ謎の物体が、なぜか大量発生してる。って気にならない要素が一つもないのが面白いところだよな。とはいえ人間や環境に対する実害も出てはいないようだし、ここまで奇妙だと逆に永久に正体不明のままであってほしい気もするぜ。正直わかる、水で膨らむビーズだったらちょっと寂しいし。というわけで今回は砂漠で発見された奇妙なものを6選紹介したぜ。はぁ、砂漠もなかなか罪な存在だわ。これまで聞いた場所の中でも行きやすい場所だからなおさらワクワクしちゃったよ。未知の場所で発見されるものもロマンがあるが、身近で足を踏み入れられる場所から発見される奇妙なものもまた違ったロマンを感じるよな。もし今回の話で気になる場所や発見があれば、ぜひ現地まで行ってみてほしいぜ。
さて今回の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。さて今回も奇妙な場所から発見された奇妙なものシリーズを紹介するぜ。気になるその場所は、砂漠だ。ふぅー、特徴しもないものが出てくるからたまんないんだよねー。今回も奇妙すぎる発見物を集めてきたから楽しんでくれよな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、集合体恐怖症にはきつすぎる光景？フェアリーサークル。トップバッターはフェアリーサークルだぜ。この奇妙なものが発見されたのは、アフリカ南西部に位置するナミビア共和国のナミブ砂漠だったぜ。ナミブ砂漠は約8000万年前に生まれたもので、現存する砂漠としては最も古いものだとされているんだ。はい、砂漠界の子さんだわ。そんなナミブ砂漠で2007年頃から発見報告が相次いだのが、今回紹介するフェアリーサークルだぜ。画像を出す前に注意しておくと、フェアリーサークルは集合体恐怖症にはきつい絵面となっているから、苦手な人はしばらくの間画面から目をそらすことをお勧めするぜ。心します。それじゃあ画像を出そう。これが実際の光景だ。ご覧の通り草原と砂漠が交差する場所に、直径2から5メートルのまばらな円形模様が無数に現れるといった奇妙な現象が起きているぜ。心してもゾワゾワする。キモすぎるからここからは単体の写真だけ使って紹介していこう。フェアリーサークルは円形状にそこだけ全く草が生えておらず、またサークルの外縁部だけ草の背が高くなっているという特徴を持つんだ。少ないところでは数える程度だが、多いところでは数百万単位でこの謎のサークルが密集していることもあるんだぜ。いやー、想像しただけで鳥肌立つよ。最初に見つけた人は、よくこれにフェアリーサークルなんてメルヘンな名前をつけたものだぜ。こちらのフェアリーサークルは、発見されてからおよそ10年もの間、様々な人によって発生原因やその正体を考察されてきたんだ。その中でも特に有力視されていたのは、2017年に発表されたシロアリを原因とする説だぜ。え？シロアリって砂漠にいるの？ああ、プサモテルメスという種類のシロアリがこの砂漠に生息してるとされていてな。このシロアリは植物を食べることでこのフェアリーサークルを生み出し、円形部分に雨水などを溜めているのではないかと推測されたんだ。ただこちらの説では外縁部の草の背が高い理由が説明できず、有力視はされたものの決定打に欠ける仮説だとされていたぜ。植物が縁を作るために育ってる感じだもんね。またこの他にも自己組織化する植物説や地中から漏れ出した毒ガス説、果ては宇宙人が関わった超常現象説までもが浮上していたぜ。そのいずれもが仮説止まりで、10年間このサークルは正体不明の奇妙なものとされてきたんだ。だが、2021年にとうとうその謎が解かれることとなったぜ。おお、一体このサークルの発生原因は何だったの？それが、この奇妙すぎるサークルは、ユールフォビアという多肉植物の毒によって生まれたものだったんだ。実はユールフォビアグレガリア種は、こと切れる際に粘着性の液体を放出して土壌の草を枯らすという性質を持っていてな。この液体の毒性は目に触れると失明の危険があるほどに強いものなんだ。めちゃくちゃ物騒。さらにこのユールフォビアが死んで分解されると、液体は土壌に染み込み撥水性や地中の微生物を殺す抗菌性を生み出すことが分かったんだ。つまりユールフォビアの死後残った毒が草の生えない円形を生み出し、撥水性によって流れた水が周囲の草の成長を促してこの奇妙すぎる現象をもたらしていたわけだな。はい、自然界の偶然すごすぎる。しかもユールフォビア自体は短期間で分解されるが、毒性のある液体は土と混ざって硬質化し長期間残存するようでな。これにより砂漠地帯に忽然と謎のサークルが生まれるという奇妙すぎる現象が起きていたんだよ。ふわー、よく解明したねこれ。調査の結果フェアリーサークルと、ユールフォビア分解中の土壌の化学成分が禁止していたことが断定の決め手だったようだが、ゼロの状態からユールフォビアの毒性を候補に入れれるなんて頭の作りが違いすぎるぜ。ちなみにこのフェアリーサークルは雨が降って地中の毒性が薄れれば消えるため、そのうち見ることのできなくなる光景だとされているんだ。消える前に解明できたのお手柄すぎるよ。冤罪の晴れたシロアリも胸を撫で下ろしてることだろう。今回フェアリーサークルの謎が解明されたことにより、世界中で報告されている似たような現象の研究も進むだろうと期待されているぜ。砂漠で発見された奇妙な存在も、熱心な研究者の前では謎を維持し続けられなかったようだな。尊敬しかないよ。2、地元民が恐怖する悪魔の住む穴？地獄の井戸。お次は地獄の井戸を紹介するぜ。イエメンのハドラマウト東に存在する砂漠では、大昔から奇妙なものが奇妙な伝承とともに存在し続けているんだ。それが地獄の井戸、正式名称バラフートの井戸と呼ばれるシンクホールだぜ。へぇー、ぽっかり開きすぎでしょ。
底なしの恐ろしさを感じるよな。この穴は直径約30メートル、深さは約112メートル程度だとされており、そこからは謎の異臭がすると言われているんだ。地元に伝わる伝承によれば、この穴は悪魔の監獄として作られたもので、そこから漂う悪臭はそれを証明しているのだと言われているぜ。いやー、怖すぎる。他にも穴に近づくと吸い込まれる、亀裂から不幸の種が出てきて地上の生命が脅かされるといった言い伝えがあるんだ。これらの伝承のせいもあり、この穴は地元民からかなり恐れられていて、彼らはこの穴に近づくことは愚か、話に出すことさえタブー視してるそうだぜ。口にしてはいけないあの人の仲間かな。さて、そんな地獄の穴なんだが、実はかなり謎に包まれた存在でもあるんだ。まずこの穴にまつわる伝承は何百年も前から存在していることが確認されているんだが、穴自体が果たしていつから存在しているものなのかが不明なんだよ。はい、そんな前から怖がられてたのね。加えて地獄の井戸はかなり深い穴のため、中に何があるのか誰も見たことがなく謎だとされていたんだ。ただこれに関しては2021年に初めて探検隊が穴の中におり、生きた蛇や洞窟真珠なんかを発見していたぜ。ほう、思ったより明るい。言い伝えられてる恐ろしさはあまり感じないよな。ただ地獄の井戸は深すぎるせいで酸素がほとんどなく、空気もほぼ流れていないために、一般人が中に入れば最後生きて帰ることはできないぜ。へえ、しっかり怖いやんけ。また探検隊によれば、穴から漂う悪臭の原因は動物の死骸ではないかとの推測が出ていたぜ。ただ彼らによると、悪臭はそこまで耐え難いようなものではなかったため、何百年もの間恐れられるような存在になりうるのかは謎だとされていたんだ。そのため伝承にあった悪臭が本当に死骸から出るものだったのかは謎のままとされているぜ。悪魔説はまだ健在ね。ああ、探検隊が降りた際には悪魔は不在だったようだが、地元では今なお悪魔の監獄として恐れられているぜ。また今回の調査で入手されたサンプルの研究結果などはまだ未発表で、穴の起源に迫る情報も手に入っていない。そのため今後もさらなる調査が望まれるところなんだが、いかんせん地元民の穴に対する恐怖が凄まじくてな、中に潜む何かを刺激すれば地球上の生命が脅かされると信じているため、穴に入って行う調査に対しあまり好意的ではないんだよ。調査はしてほしいけど、その恐怖はごもっとも。何百年も語り継がれた言い伝えの恐ろしさを払拭するのは並のことではないからな。そのためさらなる調査や穴の全貌解明にはまだ少し時間がかかりそうだぜ。何百年も前から存在する奇妙すぎる穴、それに対する地元民の恐怖と不安が一日も早く解消されることを願うばかりだな。 3. 中国の砂漠に現れた奇妙すぎる模様群、謎の構造物。お次は謎の構造物を紹介するぜ。2011年11月、 Google マップに映る中国のゴビ砂漠に奇妙なものが存在すると話題になったんだ。その画像がこちらだぜ。なんじゃこりゃ。奇妙すぎるよな。広大な砂漠に突如現れた謎の模様は、きっちりとした長方形をしているぜ。中には不規則ながらもまっすぐな線がいくつも引かれており、パッと見ただけではこれが一体何なのか見当もつかないんだ。さすがに奇妙すぎるって。この謎の構造物は発見後瞬く間に話題となり、中国のエリア51だと比喩されるようになったんだ。しかもこの構造物の発見後に同じゴビ砂漠からいくつもの奇妙な構造物が発見され、ネット上は大騒ぎとなったぜ。いや、どれもこれも謎すぎない。加えてさらに奇妙なのが、これらの構造物が存在する位置だけ。2004年以降、何者かによって何度も衛星写真の撮影をリクエストされていたことなんだ。リクエストの回数は数百回にも上るとされており、そのせいでここだけ衛星写真の精度が異様に高く、レイヤーが大変なことになっているんだよ。ここだけ集中しすぎだって。これだけの衛星写真の撮影にはかなりの資金がかかるはずだし、果たして誰が何の目的でリクエストしていたのかが謎すぎるんだ。こうした奇妙すぎる点から、構造物の正体に関する仮説は多すぎるくらいに浮上したぜ。主に軍事関連の施設説や宇宙開発施設説、衛星用のターゲット説なんかが有力視されていたが、中には宇宙人の残した暗号説や中国の秘密基地説などの陰謀論まで囁かれていたんだ。ロマンすごいんだけど。ただ、こちらの構造物群の正体は中国の国営通信社によってあっさり公表されたぜ。なんとこれらの構造物群は全て中国の巨大射撃訓練場だったようなんだ。巨大射撃訓練場の存在については、2008年の時点ですでに中国メディアによって大々的に報じられてはいたんだが、上空から見る機会などなかったために今回こうした騒ぎになってしまったんだぜ。有力視されてた説が正解だったのね。関係者や知識のある人からすればピンとくるのかもしれないが、
素人から見ると奇妙でミステリアスなものにしか見えないよな。ロマン特化の話ではなくなってしまったが、これはこれで面白い結末だったぜ。むしろ射撃訓練場ってこんな綺麗な形になるんだって感動したわ。とはいえ、この結果に納得していない人も一定数いるんだ。もともと中国のメディアは政府によってかなり情報規制がされているため、陰謀論を支持する人の間では今回の件もまた規制によって事実が隠蔽されてるのではないかと噂されているぜ。うわぁ、その疑いはワクワクしちゃうって。果たしてこの構造物群は本当に巨大射撃訓練場なのか、今回の件に陰謀は関わっているのか、まだまだロマンを楽しめそうな発見物だな。4、砂の中から現れる奇妙で美しすぎるもの？黄色の宝石。お次は黄色の宝石を紹介するぜ。エジプトのナイル川河口からリビア東部に及ぶ砂漠であるリビア砂漠では、非常に奇妙で美しいものが発見されているんだ。それがこちらだぜ。うわぁ、本当に綺麗な黄色の宝石だわ。この黄色の宝石はリビアングラス、リビアンデザートグラスと呼ばれるものだぜ。リビア砂漠の中には砂漠の土台である岩盤が地上に現れている部分があるんだが、そこにこの奇妙で美しい宝石は点在しているんだ。へぇ、めちゃくちゃ綺麗だよ。まあ宝石と紹介しているものの、こちらのリビアングラスの本当の正体は天然のガラスなんだけどな。ただ地球上で最も純度が高いとされているため、特にエジプトでは古来より宝石の一種として親しまれてきたんだ。有名どころで言えば、なんとあのツタンカーメン王もこのリビアングラスを宝石として愛用していたんだぜ。すごー。価値爆上がりだよ。超お高い宝石ではないものの、現在も見た目の美しさやパワーストーンとしての価値を見出され好まれている存在だぜ。ちなみにリビアングラスは、およそ1トン以上がリビア砂漠に散らばっているとされているんだ。ただ風が運ぶ砂によってほとんどが小石ほどの大きさになっているため、稀に出る大ぶりのものはかなり貴重とされ価値も上がる傾向にあるぜ。見つけてみたすぎる。さてそんなリビアングラスなんだが、実は未だにどうやって生まれたものなのかが謎のままなんだ。本来天然のガラスが生まれる経緯はいくつかのパターンで決まっているんだが、そのうちのどれなのかがはっきりしなくてな。形成方法不明の宝石とかロマンすぎない？本来天然ガラスの形成方法としては、火山活動で噴火したマグマが急速に冷やされるという流れがほとんどなんだ。ただ、このリビアングラスのように透明感のある黄色は、約1800度以上もの温度がないと育成されないものでな。加えてリビアングラスには微量ながら地球上には存在しない物質が含まれており、これらの点から火山形成説は薄いのではないかとされているんだよ。いや待って、さらっと地球外から来た可能性を示唆してない？その通りだぜ。なんと現在最も有力視されているリビアングラスの形成メカニズムは、宇宙から飛来した彗星や隕石に起因するものだとされているんだ。リビアングラスが形成され始めたとされる約2600万年前に彗星が地球に落下、もしくは接近し空中爆発した際に膨大な圧力と熱量が地表の岩石や砂を融解し、それがガラス質に変化して凝固したのがリビアングラスではないかと言われているぜ。おーおー、宇宙由来の宝石とかロマンスごー。ただこの説を裏付けるために必須であるクレーターや彗星爆発の痕跡が未だに発見されていないため、あくまで仮説止まりの話にはなってしまっているんだがな。結局現在もリビアングラスの形成方法は謎のままとなっており、リビアングラスは美しくミステリアスな宝石と位置づけられているんだ。これは最高に奇妙でロマンある話だわ。仮説がめちゃくちゃロマンあるってのが最高だよな。リビア砂漠から発見され続けている奇妙な宝石、いつか一つくらい自分の手で見つけてみたいと思ってしまうぜ。5、大量在庫が埋められた都市伝説は事実だった？クソゲー。お次はクソゲーの紹介だぜ。クソゲーとはクソゲームの略称で、名前の通り非常につまらなかったり、システム的に明らかな欠陥があったりするようなゲームのことだ。世の中には数えきれないほどのクソゲーが存在し、中には愛好家までも存在するが、それがなんと砂漠から発見されるという珍事件が起きたんだよ。いやどういうこと？まず事件の舞台となったのはニューメキシコ州のアラモゴードにある埋め立て地なんだ。ここは埋め立て地ではあるものの、現在は乾燥しきった砂と少しばかりの草が一面に広がるのみで、砂漠といって差し支えのない場所だぜ。そんなこの場所には、1983年頃からとある都市伝説が存在したんだ。都市伝説？一体どんな？内容は、アラモゴードの砂漠には当たり者のゲームカセットが何百本も埋まっている、というものだったぜ。アタリ社とは1972年に設立された世界初のビデオゲーム会社なんだ。ただこちらの会社、当初はヒットゲームを生んだものの、その後ゲーム機開発で資金難に陥ってな。それを乗り越えるためにワーナーブラザース社から融資を受けたんだが、
ここから悲劇が始まったんだ。何その不穏なナレーション。実は同業他社の倒産など不運なアクシデントが続き、苦労してリリースしたゲーム機の売り上げが振るわなかったんだよ。これを重く見たワーナー社が腕のいい営業職を派遣してきたんだが、この営業の方針によりゲーム内容に構わず売り上げだけを重視する経営に変わってしまったんだ。それでも当たり社の業績は振るわず、そのうち創業者を追い出しワーナー社の営業が社長となったが、ここで伝説のクソゲーを生み出してしまったぜ。で、伝説のクソゲー？不名誉すぎる異名だよ。それがこちら、有名映画の E.T. をゲーム化したものなんだが、これがまあクソゲーだった。詳しくはプレイ動画なんかを調べてほしいんだが、グラフィックも雑で、要所要所に謎の落とし穴に落ちなければいけない演出が頻出するという爽快感ゼロの代物だったぜ。このクソゲーは結果として150万本ほど売れたものの、バカ売れを見込んで大量生産していた当たり社は数百万本の在庫を抱えることとなったんだ。そんな中1983年に報道されたのが、当たり社がアラモボードに数百万本のクソゲーの在庫を埋めたらしい、というニュースだったぜ。はい、ストレート不法投棄。ただ真偽のほどが定かではなかったために、時間が経つにつれこの報道は都市伝説のような立ち位置になっていったぜ。しかし、なんと2014年に行われた発掘作業にて、本当にアラモボードの砂漠からクソゲーが発見され大騒ぎになったんだよ。マジだったんかい。しかも1回の発掘作業で1300本ものカセットがサクッと発掘できてしまったため、あの報道が全て真実だったことが証明されたんだ。ちなみにこれ以降発掘作業は行われていないため、まだ100万本前後のクソゲーがアラモボードの砂漠に埋まっているとされているぜ。切なすぎる。こんなん悪夢だよ。元開発関係者からすれば黒歴史かもしれないしな。ただ発掘されたクソゲー、元 E.T. はビデオゲーム業界で当時一つの時代が終わったことを物語る貴重な代物だと評価されてな。発掘されたうち880本ほどが価値を見出したファンにオークションにて買い取られ、残りは博物館に贈与されたんだぜ。はい、時を超えてクソゲーが報われた瞬間だわ。クソゲーにはクソゲーの良さがあり、また時間はクソゲーに価値を与えてくれることが分かった瞬間だな。こうして砂漠からクソゲーが発見されるという奇妙すぎる事件は、ゲーム史に刻まれる面白い話として語り継がれることとなったぜ。クソゲーは永遠なり。6、数千年の時を経て発見された幻の古代都市？ウバール。最後はウバールを紹介するぜ。ウバールとは、コーランやアラビアンナイト等の神話や伝説に登場する神秘の都市だぜ。もともと300年頃に入港の交易路沿いにあり繁栄していた実在の都市だとされてはいたものの、数千年もの間どこに存在するかもわからない謎の都市となっていてな。そのため後世ではあくまで伝説だと考えられることも多かったんだが、なんとそのウバールが1990年代にオマーンのルブアルハリ砂漠にて発見されたんだ。とんでもない発見したね。まず1990年代に NASA の協力で人工衛星とレーダーを使った調査を行ったところ、砂漠の中に奇妙なものが発見されてな。これを詳しく調査した結果、発見された奇妙なものがウバールの目印ともなる入港の交易路であったことが判明したんだよ。おお、一気に伝説が現実に近づいたね。そこからさらに発掘を行ったところ、要塞跡や遥か遠くの地の陶器のかけらなどが発見され、古代都市ウバールがそこにあったことが証明されたんだ。あまりにも長い間謎とされていたためにウバールは悪徳が栄えて神に破壊されたなんて伝説も生まれていたが、ここに来てようやく存在を発見することが叶ったぜ。ふわー、よくぞ見つけてくれたよー。これには考古学者も大喜びだったぜ。なんせウバールは砂漠のアトランティスと呼ばれ幻の古代都市だとされていたんだからな。その後熱心な調査が行われ、ウバールが存在した詳細な位置や滅んだ原因なんかも特定されたんだ。研究結果によればウバールは大規模な天変地異によって地下に埋まってしまったようで、伝説があながち大嘘でもないことなんかが分かったぜ。都市一つ沈む天変地異なんて、古代の人からすれば神罰にしか見えないよね。今なら自然の恐ろしさを痛感するところだが、古代であれば神の仕業としか思わないだろうな。現在ウバールは入港の交易路とともに世界遺産に登録され、さらなる考古学的発見のために発掘作業が続けられているぜ。遺跡自体の観光は可能で、現地では塔のような要塞跡を見ることができるんだ。おお、見てみたすぎる。もちろん保護や発掘の関係で立ち入り禁止の場所もあるようだが、古代都市ウバールを感じるには問題ないくらいには観光も許可されているからな。気になる人はぜひ調べて、一度その目で見てきてくれよな。というわけで今回は砂漠で発見された奇妙なもの第2弾を紹介したぜ。2回目でも全く飽きのこない面白さずるいって。考古学的発見もあれば、純粋に面白い奇妙な発見もあるからな。何もないと言われる砂漠からでも奇妙なものはわんさか出てくるのだと思うと、
他の奇妙な場所からももっと奇妙なものが出てくるんじゃないかとワクワクしてしまうぜ。奇妙な場所から発見される奇妙なもの全部知りたくなるって。さてそんなところで今回の動画はここまでにしようか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて今日は好評だったとある場所から発見された奇妙なものシリーズの改訂版を紹介していくぜ。やったー。南極編も北極編も面白すぎて動画何回も見直してたんだよね。嬉しいことしてくれるじゃないか。今回もなかなか興味深い発見物を取り揃えてみたから期待しててくれよな。それじゃあ早速ゆっくりしていってね。1、下半分が綺麗に残った正体不明の船、不気味な沈没船。トップバッターは不気味な沈没船だぜ。2019年5月、アメリカ海洋大気庁は、調査船に新たに搭載された水中ドローンのテストのため、13日間にもわたる海上試運転を決行していたんだ。するとテストの最中、水中ドローンが海底に奇妙な影を捉えたんだよ。なになに？でっかいサメとか？違います。水中ドローンが捉えたのは沈没船のような巨大な影だったんだ。現在海底には数多の沈没船が存在しているとされているが、その中で発見されるのはほんの一部でな。そのためこの貴重な発見を逃すまいと、海洋大気庁はすぐさま試運転から沈没船の調査にミッションを切り替えたぜ。はい、ラッキーすぎる。当時試運転に参加していた人たちもこれには大興奮で、本来予定していた時間を3時間も延長して、この沈没船の調査に当たったんだ。加えて試運転中だった水中ドローンも大活躍してくれたため、見事沈没船にダイバーがたどり着くことができたぜ。そして詳しい調査の結果、なんと発見された沈没船は19世紀半ばに作られたものであろうことが判明したんだよ。うおお、これは歴史的にも貴重な発見では？間違いない。発見された沈没船は長さおよそ38メートルの帆船で、現役時代は貨物船か商船として活躍したものだと考えられているぜ。ただ製造年代が19世紀半ばであることは間違いないものの、この船がいつからどのくらいの間使われていたのかは不明とされてるんだ。あ、そうなの？ってことはこの船の身元って？お察しの通りだ。この船は未だに身元が特定されていない謎の沈没船となっていてな。というのも、この船からは国籍や使用目的、乗組員の痕跡など船の特定につながるような情報が何一つ出てこなかったんだ。そのためこの発見が歴史的なものなのか、船が有名な名のあるものなのかはわからずじまいなんだよ。そんなことある？あったんだよな。一応船体にはカジノ公園に相応に2109という数字が彫ってあったり、鉄や銅の遺物が残されていたりと特徴的な部分はいくつかあったんだが、そのどれも身元の特定には繋がらなかったぜ。正体不明の沈没船、ロマンがすごい。加えてこの船には非常に奇妙な点がいくつかあってな。まず船体の保存状態が怖いくらいに良かったんだ。なんと船体には水位を示す線までもが消えずに残されており、何百年の時を海底で過ごしたにしてはどうも綺麗すぎるんだよな。線なんてすぐ消えそうなもんだけどね。そしてさらに不気味なのは、船の上半分は綺麗さっぱり失われているという点だ。実は怖いほど綺麗な状態で残っていたのは、本来海水に沈んでいる船の下の部分だけだったんだ。船の本体とも言える上の大部分は、どれだけ探しても見当たらなかったんだよ。上半分どこ行った？断面の木材が炭化していたこと、留め具が不自然にねじ曲がっていたことなどから、おそらくは燃えてしまったのではないかと推測されているぜ。ただ、そうなると奇妙なのは、なぜそれだけ派手に燃えた船の身元が特定できないのかというところなんだよな。確かに、そんな派手な終わりだったら一瞬でわかりそうじゃない？そうなんだよ。船体には数字が彫られているといった特徴もあるし、当時の記録と照らし合わせれば候補の一つくらい出てきそうなものなんだが、それがないというのがなんとも奇妙なんだ。こうしたことから、いつしかこの船は不気味な沈没船と呼ばれるようになったんだぜ。正体不明が一番不気味なのよ。結局この船は、現在も身元や沈んだ理由が何もわからないまま海底に沈んでいるぜ。果たしてこの船に何があったのか、いつ頃何のために使われていたものだったのか、これだけ奇妙で不気味な船が偶然発見されたというのも、何か不思議な力を感じてしまうよな。2、機械の異常を引き起こす謎の物体、バルト海の異物。お次はバルト海の異物を紹介するぜ。2011年、スウェーデンのトレジャーハンター集団がバルト海のボスニア湾海底で奇妙な物体を発見したんだ。その物体は直径が61メートル、高さが8メートルとかなり巨大で、バルト海のボスニア湾の海底約100メートルの付近に半分埋まった状態で存在していたぜ。しかも驚くべきことに、この物体は UFO のような円盤状をしていたんだ。来
ター、別動画でも紹介したロマンマッパのやつ。よく覚えていたな。その通りだぜ。人々はこの奇妙な物体をバルト海の遺物と名付け、地球外生命体の痕跡として話題に挙げたんだ。当然ながら調査も行われたんだが、10年以上経った今でもその正体は謎のままだとされているぜ。ロマンがぶっ刺さってくる。しかもこのバルト海の遺物については、発見時にかなり奇妙な現象が起きたことが報告されていたからな。なんと発見当時サンプル採取のためにダイバーらが遺物に近づいたところ、ありとあらゆる電子機器が作動しなくなってしまうという奇妙すぎる現象に襲われたんだ。何回聞いても宇宙人の妨害工作にしか思えないのよ。しかも遺物から離れると、まるで何もなかったかのように電子機器の異常がなくなったというから驚きだぜ。またダイバーたちは遺物の付近に謎の石で作られたミステリーサークルがあったこと、遺物の周囲の水温が異常に低かったことなども奇妙な点として報告しているんだ。そんなに異常現象多発してたの？そうなんだよ。この奇妙な体験談からバルト海の遺物は謎の電波を発する UFO や、遥か昔に水没した超高度文明の遺物だという噂が、まことしやかに囁かれ続けているぜ。また他にもロシアの沈没船やナチスドイツが使用していた兵器など、人類が秘密裏に作り葬ったものだとする説もあるんだ。私は UFO 説を推してくよ。私もだぜ。ここまで聞いた視聴者のみんなはかなりぶっ飛んだ話に思ってるだろうが、実はこのバルト海の遺物はサンプルから面白い結果が出ているんだぜ。というのもこの遺物には酸化鉄と新鉄鋼が含まれていたんだが、これらの物質は自然に形成されるものではないため、地質学者はこの遺物を人工物である可能性が高いものとしているんだ。そうなんですよ皆さん。ただこの意見にはもちろん反対意見もあり、別の研究者の調査ではバルト海の遺物は太古に氷河によって運ばれた堆積物だという意見も出ていたんだ。何千年も前の氷河時代、遺物が存在しているバルト海北部は氷河が溶けて緩む過程で大きな影響を受けた可能性が高くてな。遺物の特徴から見るに、遺物はちょうどそうした氷河の影響を受けて形成された岩である可能性が高いとの見解を示していたぜ。はい、それは初耳学だった。以前の動画では UFO 説メインで推してたからな。今回はあえて別の説も推してみたんだ。とまあこのようにバルト海の遺物は10年以上経った今でも研究者の間でも意見が分かれるほど謎が多く、その正体は未だ不明のままとなっているんだ。ダイバーの経験した電子機器の異常についても原因は分かっていないし、海底から発見された奇妙なものとしてはかなりレベルの高い存在だと言えるだろうな。間違いないよ。ベストオブ奇妙で賞あげちゃうわ。3、大量の泡と常識外れの生態系、泡の噴水。お次は泡の噴水を紹介するぜ。2020年、フィリピン沖の海底にて大量の炭酸ガスの泡を吹き出す奇妙な場所が発見されたんだ。そこはフィリピンのルソン島とミンドロ島の間に位置する海峡の海底60メートル付近に存在していたぜ。なにこれ、なんかファンタジー感ある。わかるぜ、マーメイドのおとぎ話に出てきそうな景色だよな。ただ実はこの泡、超高濃度の二酸化炭素が吹き出してるものなんだよ。しかもその濃度はなんと大気中の200倍。仮に海水に溶けて希釈されたとしても、生物に悪影響を及ぼしてしまうほど高濃度なんだぜ。全然ファンタジーじゃなかった。この泡の噴水は海底火山の活動によって生まれた炭酸ガスが海底のひび割れから漏れ出ることで起きる現象なんだ。この場所に関してはひび割れから漏れ出る量があまりに多いため、これだけの濃度を持っているんだぜ。なるほどね。じゃあ生物はここに住めないのか。本来はそうなんだが、実はこの場所、なぜか世界でも最も生態系が豊かな場所だと言われているんだよ。なんと珊瑚礁が広く繁栄している上に、多種多様な海洋生物がこの場所に生息しているんだ。なんで？有害な濃度じゃないの？二酸化炭素濃度は間違いなく有害なレベルなんだぜ。当然だが二酸化炭素濃度が高ければ、反対に酸素濃度は低くなる。そうなると海洋生物であっても酸欠を起こしたり、失明の危機にさらされるんだ。そのため本来であればそんな危険な場所に住む生物なんていなくなるはずなんだが、なぜかこの場所は常識から外れて生態系が繁栄しているんだ。これこそが泡の噴水最大の謎なんだよ。謎すぎない？この世の説理ガン無視なんだけど。これには研究者も目を丸くしていたぜ。海底から泡が吹き出す奇妙な場所を見つけたと思ったら、なぜかそこでは自然の摂理に反して繁栄する生態系があったんだからな。そんな中最も有力だとして挙げられたのが、この地の珊瑚礁や生物が環境適応能力の常識を超えた進化を遂げたとする説だぜ。生物の限界超えちゃった？極限状態の中でも生きられる生物もいるくらいだからな。この場所の生物が有害な二酸化炭素濃度に耐えられる進化をした可能性は大いにあるんだ。ただ
が実はこの場所はあまり研究の進んでいない海域でな、未だにこの説が正しいのか、生物がどういった進化を遂げているのかは謎のままとなっているんだ。早急に調査してもらえませんかね。研究者たちもそうしたい気持ちは山々だろうが、なんせこの海域は遠隔操作の乗り物で調査するには浅すぎるが、ダイバーが潜るには深すぎるという微妙な深さをしていてな。加えて泡の噴水が発見されたのもだいぶ最近ということもあり、なかなか調査が進んでいない状況なんだよ。奇跡的な絶妙さを誇るな。だがこの海域の特性は地球温暖化による生物への影響や、その対抗方法を知るのに大いに役立つ貴重なサンプルだ。そのためなんとかこの地の調査を進めようと各所が頑張っているようだぜ。果たしてなぜ泡の噴水をもろともせずにサンゴ礁や海洋生物が繁殖しているのか、この謎はそう遠くないうちに解明されると思うぜ。ただ奇妙なだけじゃなく手の届きそうな謎も秘めてるなんて、天才すぎるって。4、歴史を覆す古代文明の遺跡、韓米湾海底遺跡。お次は韓米湾海底遺跡を紹介するぜ。韓米湾海底遺跡とは、2002年にインド西部にある韓米湾の海底で発見された古代遺跡なんだ。うおー、奇妙というか貴重な発見。間違いない。なんせこの遺跡は古代都市の形をしっかりと残しており、神殿や住宅街、大浴場や堤防等の大型施設類が確認できたからな。加えて2000個以上の遺物も発見されており、壺のかけらや人の歯の化石など、当時の文化や年代を特定するのに困らない物品が続々出てきているんだ。考古学者に優しすぎる。そんな考古学者に優しい一面を見せた上で、この遺跡は考古学者を大興奮させるような事実まで隠していたんだから驚きなんだよ。それがなんと、この遺跡は紀元前7500年前後に作られたものだったんだ。現代の歴史書において、人類最古の文明とされてきたのは紀元前3500年前後に生まれたシュメール文明、あるいは古代エジプト文明だとされてきた。だがこの遺跡はそれらよりはるか昔に存在していた、歴史を覆す遺跡だったことが判明したんだよ。すごー、古代文明の歴史ぶち壊したね。しかもこの年代測定を裏付けるかのように、海底遺跡周辺の地質調査の結果、この地域が海上に存在していたのは紀元前5000年より前であることも判明しているんだ。仮にもっと近代になってから都市が建設されたとすると、当時の人類は海底に都市を建築したという、また違ったとんでもなさが生まれてしまうぜ。それは古代に作られてた方が納得だわ。こうした理由から、海底遺跡は考古学的にも地質学的にも、四大文明が起きる4000年前に存在した古代文明の遺跡である可能性が大いに高いとされているんだ。つまり海底で発見されたこちらの遺跡は、未知の古代文明が存在したことを証明するとんでもない発見物ってわけだな。うわぁ、ロマンがすごすぎる。ああ、なんせ発見されている建物も遺物も、繁栄した文明の影を感じさせるものが多く見られたからな。神殿や大浴場がある時点で都市建設のレベルの高さを伺い知れるし、遺物の中にあった壺や宝飾品からは制作技術や芸術文化の発達を感じる。少なくともこの遺跡を作った文明は、四大文明の手本となっていてもおかしくはないほどの文明力を持っていたはずだぜ。古代高度文明のロマンぎっしりだわ。というかすでにこの遺跡の建造物から古代インダス文明との類似点も確認されているし、手本となっていた事実が明らかになるのも時間の問題だと思うがな。現在この遺跡が未知の古代文明によるものなのかは謎のままだ。だが状況証拠を見る限り、歴史の教科書が書き換わる可能性は非常に高いと言えるだろうな。海底から発見された奇妙な遺跡が歴史を書き換える、これがロマンでなくてなんだというの？5、海底で1世紀以上熟成したお酒、120年前のビール。お次は120年前のビールを紹介するぜ。南極編では小屋の下から発見された100年前のウイスキーを紹介したが、実は海底からも似たようなものが発見されていてな。それが2015年に大西洋の海底で発見されたこちらの瓶ビールだぜ。お酒、時をかけすぎじゃない？アルコールは未来で待っててくれがちだな。このビールはアマチュアダイバーがダイビングをしていた際に偶然発見したもので、発見時瓶は密閉され中身がほぼ満杯の状態で沈んでいたんだ。瓶にはカナダのアレクサンダーキース製造所のマークが刻まれており、そこから中身がビールであることが判明したぜ。よく綺麗な状態で保存されてたよ。その後このビールはダイバーから専門家の手と渡り、成分や製造年代等の詳細な調査が行われることとなったぜ。すると瓶の構造や口金の刻印から、これが約120年前に生産されたビールであることが判明したんだ。もちろんこれは話題になったんだが、何より話題となったのは、調査を行った専門家がこのビールを実際に味見したことだったぜ。よく口に入れたね。一応しっかりと検査を行い、ビールには適度なアルコールが入っているだけで、pHは低く毒性はないと確認した上での味見だったようだが、
それにしたって120年前の液体を口にするって相当勇気がいるよな。ただ味の方は想像通りの凄まじさだったようで、研究者はこれを硫黄臭と焦げた匂いがし、若干のチェリーの風味と腐った卵の味がすると語っていたぜ。おえー、聞いてるだけで苦い臭い。実は本来海底の冷たく安定した温度はワインの熟成に理想的で、実際に海の中で熟成させたワインなんかも存在してはいるんだ。ただビールは腐りこそしないものの、味的には海底での熟成には向かなかったようだな。炭酸も抜けてしまうし、苦味がひどく強烈になるんだろうと思うぜ。これはレアだけど飲めないわね。ああ、研究者も飲み込まず吐き出していたし、無理に飲んだところで熟成された酒の旨味はみじんもないしな。ただ飲めずともこのビールの価値は非常に高いものなんだ。実はこのビールが製造されたのはカナダ建国とほぼ同時期でな。そのためビールの歴史の解明に役立つ貴重な資料としてさらなる研究が行われているんだよ。この研究が進めば、いつか炭酸が抜けてないこのビール本来の風味を再現することもできるかもしれないぜ。それはビール好きにはたまらないね。間違いない。それにしても南極からは100年もののワイン、海底からは120年もののビールか。保存が効きやすいこともあって、人類の行く場所からは必ずと言っていいほど種類が発見されているな。ひょっとしたら現代の酒も、いつかの未来でレアものとして扱われるかもしれないぜ。やっぱお酒は人類が残せるバトンなんだよ。私も何かお酒作って残そうかな。一徳が密造酒はバチバチに違法だからな。6、小さな犯人が作る幾何学模様、奄美諸島のミステリーサークル。最後は奄美諸島のミステリーサークルを紹介するぜ。実は今から20年以上前の2000年前後から、奄美大島の沖合水深およそ10から30メートル付近の海底で、たびたび奇妙な幾何学模様が発見されているんだ。その模様というのがこちらだぜ。なんじゃこりゃ、完全にミステリーサークルじゃん。その通り、なんと海底の砂に刻まれていたのはミステリーサークルとしか言えない奇妙なものだったんだ。加えてその大きさは2メートル前後と大きく、模様も規則性のある幾何学模様だったために、オカルト界隈では地球外生命体との関係がまことしやかに囁かれていたんだぜ。すごー、日本にもそんなものがあったなんて。しかもこの模様の正体については、長年議論はされつつも謎のままだったんだ。そのためオカルトな噂は絶えず、研究者たちも興味を持って研究していたぜ。すると発見から十数年経った2011年、ついにこのミステリーサークルの正体が判明したんだよ。おお、一体何だったの？このミステリーサークルは、なんとフグの作った産卵槽だったぜ。2011年にとある水中写真家が、このミステリーサークルを作る小さなフグの撮影に成功したんだ。その写真をもとに詳しい調査を行ったところ、そのフグが新種であること、そして巨大な産卵槽を作る習性があることが判明したんだよ。はい、犯人はフグだったのね。ああ、しかも驚くべきことに、この奄美星空フグと名付けられた新種は、体長わずか10から15センチほどの小さなフグだったんだ。にもかかわらず自分の体の20倍はあるような産卵槽を、小さなヒレや体全体を使って約1週間もかけて作っていてな。まさにこのミステリーサークルは、オスの努力の結晶だったわけだぜ。すごー、よく作る気になるね。実はこの産卵槽を作る行為こそが、奄美星空フグのオスが行う唯一の求愛行動なんだよ。加えてミステリーサークルの完成度がメスからのモテ具合に直結しているため、オスはメスを引くために一生懸命体をフリフリしてサークルを完成させるんだぜ。かわいすぎるでしょ。しかもメスの判定がなかなかにシビアでな。モテる巣を作ったオスの元にはメスが列をなすが、モテない巣には全くと言っていいほどメスが近寄らないんだよ。当然ながら自然界においてオスにとって子孫繁栄は死活問題だ。そのため彼らは一生懸命体を振ったりサークルを貝殻で飾り付けたりと魅力的な巣を作るために奔走するようだぜ。必死なのわかるんだけど可愛すぎてしんどい。ただこのフグ自体がまだ発見されて日が浅いため、その習性や産卵槽の何をもって魅力的と判断されるのかなど、わかっていないこともまだたくさんあるんだ。今後研究が進めば、産卵槽が巨大な理由や幾何学模様の形をとってる理由なんかも徐々に明らかになるはずだが、今のところ大枠の目的はわかっているものの、まだ謎の多い存在といった感じだぜ。気になりすぎる。完全に興味より可愛さに惹かれてるな。現在ではこのミステリーサークルを見るために奄美大島を訪れる人も多く、運が良ければ奄美星空フグをお目にかかれるかもしれない。興味がある人はぜひ足を運んでみてくれよな。今すぐ旅行計画立てないと。というわけで今回は海底で発見された奇妙なものを6選紹介したぜ。人類がなかなか行けない場所から発見される奇妙なものって最高にロマンあるよね。間違いない。しかもそのどれもがそこはかとない謎を抱えてるからたまらないぜ。北極南極海底、次はどこで発見された奇妙なものを調べようかとワクワクしてしまうな。さて今回の動画はここまでにしようか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。ゆっくり霊夢です。
ゆっくりマリサだぜ。最近に即歩行の動物が住み着いてる村の村長やってるんだけどさ、悪徳たぬきに借金漬けにされた生活の中で、唯一海岸に届くボトルメッセージが心の癒しなんだよねー。大人気スローライフゲームをよくそこまでブラックに言えたな。だが確かにボトルメッセージはロマンあるし、アイテムももらえるし最高だよな。実は現実の海岸にも、そんなロマンや価値を持った奇妙なものが多く流れ着いているんだぜ。というわけで今回は海岸に漂着した奇妙なもの6選を紹介していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、海岸を埋め尽くす黄色の漂流物、スポンジ。トップバッターはスポンジだぜ。2017年7月、フランスのパドカレー県にある海岸に奇妙な物体が大量に漂着したんだ。その様子がこちらだぜ。いや、スポンジ大量発生やんけ。そう、黄色のスポンジにしか見えない謎の物体が海岸を埋め尽くさんばかりに漂着したんだ。その量は凄まじく、なんと30キロにも及ぶ海岸線をびっしりとこの黄色いスポンジ状のものが覆っていたんだぜ。おええー、奇妙すぎる上にキモい、どうしてこうなった？それがさっぱりわからなかったんだよな。この海岸一帯の水域は1日に400隻以上の商船が通るようなせわしない場所であり、かつ海水浴場としても人気の場所なんだ。そのためすぐにスポンジ状の物体の正体解明に向けた調査が行われたんだが、このスポンジがどこから来たものなのか未だにはっきりしていないんだよ。そうなの？ただ正体は後の調査でパラフィンであったことが判明していたがな。もともと調査に当たった人によれば、スポンジ状の物体は少し油ぎっており柔らかいがすぐに崩れるほど脆くはなかったそうだ。加えて記事によって少しずつ証言が違ってはいるんだが、スポンジ状の物体は無臭か若干のパラフィン臭を漂わせていたとのことだったぜ。そうなのね。ところでパラフィンって？パラフィンというのは石油から分離された白色半透明の物体で、メタン系炭化水素の化合物だぜ。水を弾く性質があり、主にろうそくやクレヨン、マッチなんかの原材料に用いられるものなんだ。はい、なんで海岸に？それが謎なんだよな。ただ考えられる説としては、原油、石油タンカーなんかの事故で流出してしまった油が海水で冷やされ固形化して漂着した説、建築に一般的に利用されるポリウレタン製品を発生源とする説なんかが挙げられていたぜ。まあ要は人間が作った石油関係の何かが発生源である可能性が高いってことだな。へえ、このスポンジは人類の業だったのね。そういうことだぜ。それに過去にも似たようなスポンジ状の油ぎったポリウレタンフォームが海岸に漂着した例が存在しているからな。スポンジ状の物体は人類産業の産物であることは間違いない上に、業は今回だけにとどまらない話だったわけだぜ。これは罪の景色だわ。しかもこのスポンジ状のパラフィン、有害な種類なのか無害な種類なのかがはっきりしなかったんだよ。というのも実はパラフィンにも種類があってな、中でも塩素化パラフィンと呼ばれる種類のものは発がん性を有しており、自然だけでなく人体にも有害な存在なんだ。そのためこのスポンジが塩素化パラフィンであった場合かなり大きな問題なんだが、肝心の調査の結果が見当たらなかったんだよな。いや、そこ一番重要なんですが。これが塩素化パラフィンであれば問題はこの海岸だけにとどまらず、海洋全体にも広がるからな。無害な種類であったことを祈るばかりだぜ。これ以上号を重ねないでくれ。それに先ほども紹介したが、このスポンジ状のパラフィンがどこから来たものなのかも謎のままだ。仮にこれまでに確認されてる事故類が原因であればまだ対処のしようもあるが、これが別の事故や海洋ゴミから発生したものであれば話は別だからな。対処しなければ今後さらなる海洋汚染の原因になりかねないし、そのうち出どころが同じパラフィンが海岸に漂着して環境、人体汚染を広げる可能性もある。それにそもそも発生源不明では被害の究明も対策もできないし、かなり難しい作業だろうが何とか特定されてほしいところだよな。偉い人なんとかお願いします。2、恐ろしい人形の流れ着く呪いの海岸。変わり果てた人形。お次は変わり果てた人形を紹介するぜ。メキシコと国境を接するアメリカ南部のテキサス州の浜辺には、とある奇妙なものが流れ着くとして有名なんだ。その海岸部はアランサス国立野生生物保護区に指定されており、定期的に研究所職員によって検査なんかが行われるんだが、その際に発見された漂流物の一部がこちらだぜ。へえ、ホラー映画の導入ですか。思わず悲鳴を上げたくなるような恐ろしい人形だよな。なんとこの保護区の海岸には、こうした変わり果てた姿の人形がたびたび流れ着くんだ。2021年頃から人形の発見が頻発し、2022年までに合計30体以上の人形が確認されているんだぜ。本当に呪われた海岸じゃないの？しかも発見されたいずれの人形も体の一部が欠損していたり、不気味な口方をしているからなおさら恐ろしいよな。
なぜこの海岸に人形が多く流れ着くのか詳細な理由は不明なんだが、毎月こうした人形を回収している研究者は湖北の湾岸に流れ込む海流が原因なのではないかと推測していたぜ。か、海流、呪いじゃなくて、ああ、なんでも湖北湾岸は、カリブ海からユカタン半島を過ぎて、メキシコ湾に流れ込むフロリダ海流によって生み出される渦の影響を受けやすいんだそうだ。この渦により通常時からこの湾岸には他の浜辺の10倍近いゴミが流れ着いており、この不気味すぎる人形たちも何か特別な理由で大量に流れ着いてるというよりは、単にゴミが多いから相対的に人形の数も多くなってる可能性が高いとのことだぜ。呪いの海岸じゃなくてよかったー。ハラハラしてしまうよな。実際この人形たちが研究者の SNS で発信されると、一般人から呪いを心配するような声が多く上がっていたようだぜ。人形漂着の理由についても未だに推測の域を出ない話ではあるために、未だに何かオカルトな理由があるのではないかと疑う人もいるしな。やめてやめて、海流が原因でいいって。そんな不気味な人形たちなんだが、実は最近では一部のコアなファンからかなりの人気を集めてるようなんだ。というのも人形を発見した研究者が SNS に人形の写真をアップしていたところ、それを見た一般のフォロワーがなんと人形の買い取りを申し出てきたんだよ。いやどういう需要なん、それ。ただの興味からなのか、オカルトな魅力を感じたのか。いずれにせよその人にはこの不気味な人形が魅力的に思えたらしく、なんと人形を日本円にして約4500円の値段で購入したんだ。割としっかりお支払いしとる。発見者もこれには驚いていたんだが、その後もなぜか人形を求める人は一定数いてな。最終的に研究チームは調査中に発見した人形をオークションに出品し、売上金を活動費や野生生物の救助プロジェクトへ充てるようになったんだ。現代人の都合が謎すぎるって。人形を出品してる党の研究チームですら、人形で何をしてるんだろう、と疑問視していたくらいだぜ。おそらく色あせ変わり果てて漂着した不気味で奇妙な人形たちですら、まさか拾われた先でこれほどまでに求められるとは思っていなかったことだろうな。関係者全員びっくりの結果だったよ。3、有毒ガスを撒き散らす汚染物質。黒い球体。お次は黒い球体を紹介するぜ。2021年2月、イスラエルの地中海沿いの海岸に奇妙なものが流れ着いているのが確認されたんだ。実際の画像がこちらだぜ。うわ、何この真っ黒なボール。見るからに汚れていますと主張してくるこの黒い球体は、タールボールと呼ばれるものなんだ。海難事故などにより流出した重油が風化作用で揮発成分を失って凝縮され固まりボール状になったもので、近年海岸や海面でよく発見される重大な環境汚染物質なんだぜ。悪魔の漂着物じゃん。そうなんだよ。しかもこのタールボールは非常に厄介で粘着性があるために体に付着するとなかなか取れない上、誤って体内に取り込めば詰まったりタールボールの有する毒性で体に悪影響を及ぼすんだ。この特性は野生生物だけにとどまらず、人間にも被害を及ぼすために近年かなり問題視されているんだぜ。人間のゴーパート2。さてそんなタールボールが、イスラエルの海岸でも発見されてしまったわけなんだが、その量はかなり多く、近隣の沿岸部およそ160キロにもわたってタールボールが砂浜を覆っていたんだ。この付近には海水浴等を目的に人も集まるために、発見後すぐに兵士やボランティアによる除去作業が行われたんだぜ。160キロ?砂浜じゃなくてタールビーチじゃないの?しかもこのタールボール、発見時に有毒なガスを発していたことが判明しているんだ。この有毒ガスによって清掃に参加したボランティアのうち、数名が体調不良になり病院へと運ばれたんだぜ。清掃に訪れただけでもこうなってしまうんだ。その場に生息していた野生生物への影響を考えるとゾッとするな。早急に除去しないと大変なことになるって。ああ、イスラエル側もかなり問題視しており、イスラエル史上最悪級の環境災害を引き起こしている、として除去作業を急いでいたぜ。ただこの2月に流れ着いたタールボールの量は異常でな、流れ着く量が多すぎる上に、タールボール自体が厄介なために元の安全な浜を取り戻すには長い時間がかかるだろうと予想されているんだ。汚染は一瞬、浄化は一生なんだよな。また突然タールボールが大量発生した原因についてははっきりわかっていないんだが、おそらくは沖合の船舶から流出してるのではないかとされていたぜ。しかし当局が船舶を相手取った訴訟も視野に入れて捜査をしていたものの、続報が発見できなかったために断定はできないがな。いや船舶だとしたら号が深すぎるよ。間違いないぜ。なんせ政府の公式アカウントでは、このタールボール被害を受けてタールや油にまみれた鳥や亀の写真が何枚も紹介されていたからな。たった一隻の船舶が沿岸部百数十キロ範囲の生態系を破壊しかけているんだ。とんでもない話だぜ。罪のない生物を巻き込んだらダメなんだって。人間の業を人間界に押し付けてしまう、それもまた深すぎる業だよな。
海岸には謎めいたものや奇妙なものが多く流れ着くが、今回のタールボールに関しては奇妙ではなく非常に危険なものだったな。近年こうしたタールボールは日本の沿岸部でも発見されているようだし、海岸に訪れる際は間違っても触れたり近づかないよう気をつけてほしいぜ。4. 鋭い歯の並ぶ未知の生物の亡骸。海の怪物。お次は海の怪物を紹介するぜ。2013年、ニュージーランドのプレンティ湾付近にあるプキーナビーチに奇妙な生物の亡骸が流れ着いたんだ。実際の写真がこちらだぜ。ひぃー、こんな生物見たことないよ。鋭く長い歯をずらりと並べたこの生物は、なんと体長が9メートルにも達していたんだ。一般的な水生の海洋生物の中でも大型の部類に入るこの生物は腐敗がかなり進んでおり、大量の黒さやほぼ骨と皮だけの体つきなどどこまでが生前の姿と通じているのかさっぱり判断がつかないありさまだったぜ。腐敗したご遺体はマジで別物になるのよ。そうなんだよな。この生物がニュースで報道されると、世界中で海の怪物が現れた、として話題になりその正体を考察する流れが生まれていたぜ。その中では歯の鋭さからウツボやワニ、果ては恐竜や古代生物の生き残りではないかという説まで生まれていたぜ。中でも有力視されていたのはモササウルスという中生代の海竜で、後方に若干湾曲した鋭い歯と細長い頭部がそっくりだと言われていたんだ。おお、ロマンある話。そのうち怪物の発見者である女性が正体解明のために写真を水族館に持ち込んで鑑定を依頼したんだが、写真だけでの鑑定はかなり難があったためにこの依頼では答えを得ることはできなかったぜ。当時かなり話題になっていたし、水族館側も安易に答えを出せなかったんだろうな。古代生物だったら一大事だしね。だがその後海洋専門家に再度依頼を出したところ、ようやくこの生物の正体が見えてきたんだ。なんと海洋専門家が出した答えは、シャチの死骸だったぜ。あの白黒の。ああ、実はこの怪物にしか見えない奇妙な生物、足のヒレにシャチと通ずる特徴があったそうなんだ。この答えにのっとって再度怪物の写真を見てみると、確かに鋭い歯や頭部の形も似てるように見えるぜ。ぐぬぬぬぬぬ、確かに。発見者の女性も、私が想像した生物と違った、と肩を落としつつもこの回答を受け入れていたために、世界を賑わした怪物の正体はシャチという結果で落ち着いたぜ。生命みなしすれば別物、やはり腐敗というのはその生物を未知の存在に変貌させてしまうものなんだな。罪な存在だよ。ただ、実は一部ではこの怪物がシャチとは矛盾する特徴を持ってるとして、シャチ説を否定する声も上がっているんだよな。その人たちによれば、シャチは確かに鋭い歯を持つがこの怪物の歯とシャチの歯は形状が若干異なっているとのことなんだ。加えて一度鑑定に失敗していることからもわかるように写真だけでの鑑定にはかなり難があるとして、この怪物の正体を古代生物やシャチ以外の何かだとする声は絶えないんだよ。おお、ロマン継続か。シャチ説が有力ではあるが、他説の可能性もゼロとは言い切れないって感じだな。果たしてこの怪物は一体何だったのか、なぜこの海岸に流れ着くこととなったのか、はっきりしていることは何もない、まさに奇妙な謎めいた漂着物だぜ。5. 突如大量発生したエイリアンの卵。半透明のボール。お次は半透明のボールを紹介するぜ。また人間の業？もう人類滅ぼした方がいいかな。人の罪に向かい合いすぎて神目線になってるな。安心してくれ、このボールは人間の業とは関係ないものだぜ。2013年、突然アルゼンチンの海岸に大量の半透明のボールが漂着したんだ。ボールはぷにょぷにょとした卵型をしており、中には茶色っぽい何かが入っているぜ。これあれじゃん、生卵ボール。そうそう、生卵を酢に浸して作るやつ？じゃありません。実はこの奇妙な物体は、ブラジルメロンボラという巻貝の卵なんだ。まあ正確に言えばこの半透明のボールは卵を保護するためのカプセル圏栄養を含む液体を包んでおく膜で、本当の卵はこの中に収められているんだがな。写真に写ってるボールの中の茶色い物体が、中の卵から帰った貝の赤ちゃんなんだぜ。貝の卵には見えないよ。わかるぜ、というかそもそもアメリカメロンボラは体長5センチほどの小さな貝だからな。この卵は成長後よりも数倍は大きく異質だ。まさかアメリカメロンボラがこんな卵を産むとは到底思えないぜ。てか5センチの貝がこのサイズの卵を産むの？本来アメリカメロンボラは海岸線近くの岩場等に卵を産みつけるものなんだが、この付近の海岸部には岩場などがあまりないようなんだ。そのため岩場のない場所でも流されたり捕食されないように、大きなカプセル状の卵を産むようになったのではないかと言われているぜ。はい、たくましい進化の結果だった。ただ台風などで海が荒れると、岩場がないことが災いしてこれだけ大きくとも波に揉まれて海岸に漂着することがあるそうなんだ。
とはいえそう頻繁に起こることではないために、かなりレアな光景であることは間違いないぜ。初めて見たら腰抜かしちゃうよね。エイリアンの卵にしか見えないもんな。ちなみにカプセルの中に満ちてるタンパク質や糖質などの栄養を持った液体で稚貝が成長していくと、最終的に殻を突き破って海へと出ていくそうだぜ。これすらもエイリアンの卵っぽさがあるよな。へえ、見たいような見たくないような。だがこんな奇妙な物体が海岸にゴロゴロ転がってると思うと少しワクワクするのも事実だよな。アメリカメロンボラの産卵時期は水温によって9月から10月か5から6月かになるそうだから、もしエイリアンの卵探し、元いアメリカメロンボラの卵を見てみたい人はこの時期に南アメリカの海岸を旅してみることをおすすめするぜ。ちょっと行ってみたいんだよな。6、悪臭漂う石に3000万近い価値が。龍涎香。最後は龍涎香を紹介するぜ。2013年1月、イギリス人のケン・ウィルマンさんは、愛犬のマッチと共にイングランド北西部モアカムの海岸を散歩していたんだ。すると途中でマッチが海岸に奇妙なものが漂着していることに気がつき、執拗に匂いを嗅いで離れようとしなくなったんだぜ。ワンちゃんの鼻にピンときたのね。ああ、その漂着物は若干黄色っぽさはあるものの、見た目はただの石のようだったんだ。しかし持ち上げてみるとヘドロのような感触があり、顔を近づけなくてもわかるほどの異臭を放っていたんだぜ。何それ嫌すぎない。ケンさんもこれには顔をしかめて、異物を元の場所に放置し帰宅したそうだぜ。ただマッチが異様に執着していたことや異物の異質さが気になり帰宅後に調べてみると、あの石の正体が龍涎香である可能性があることを知ったんだ。龍涎香って、龍涎香というのは、香水の原料として何世紀にもわたり珍重されてきたものなんだ。マッコウクジラから取れるものなんだが、現在は商用捕鯨が問題視され禁止されたために、採取することが非常に困難なためにその価値はぶち上がっているんだぜ。へえ、じゃあ奇妙な石はお宝だったわけね。そういうことだぜ。ケンさんはすぐさま海岸に戻り石を確保、その後龍涎香かどうかの鑑定を専門家に依頼したんだ。この話はすぐにネットニュースに取り上げられたんだが、なんとまだ正体が確定されていないにもかかわらず、ネット上ではすでに1000万近い値段で買い取りを希望するディーラーが現れていたぜ。龍涎香とんでもないね。実はこの値段は、龍涎香の価値だけで飛び出したものではないんだぜ。というのも、龍涎香はできて間もなければ間もないほど価値が上がるんだ。新鮮な龍涎香は強い悪臭を放っているのが特徴なんだが、ここでケンさんが嗅いだ時の感想を思い出してみてくれ。ああ、めちゃんこ臭かった。そう、つまりケンさんが発見した龍涎香は新鮮な可能性が高かった。だからこそ龍涎香だと鑑定結果が出る前から大金が積まれてたわけだな。ちなみにこの後正式にこれが龍涎香であると認められたんだが、学芸員がこの龍涎香につけた値段は最高で18万ドル、日本円で2700万円をくだらないとされていたぜ。か、海岸でとんでもないお宝拾っちゃったよ。これにはケンさんもびっくりしているようで、散歩中に大金が入ったバッグを拾った気分だと話していたぜ。それにしてもこんな石みたいな漂着物が3000万近いお宝だなんて信じられないよな。正体だってマッコウクジラの嘔吐物なのに、全く世の中とはわからないものだぜ。今なんて、だから龍涎香はマッコウクジラの嘔吐物。これ嘔吐物あれ、言わなかったか。龍涎香はマッコウクジラがイカやタコのくちばし等のように硬くて消化できないものを、腸内で結石化させ排出したものだぜ。だから出来たてホヤホヤの龍涎香は海の匂いや糞便臭がするんだよ。糞便臭のする嘔吐物が3000万、ものの価値とは一体、な、世界ってよくわからないだろ。とはいえ龍涎香はそのインパクトしかない出所と初期の匂いとは裏腹に、熟成すると非常に甘く独特で気品ある香りになるんだ。そのため現代でもシャネルのナンバーファイブに配合されると、貴重な香りの代表格として珍重されているんだぜ。結果、すべては結果ですからね。そういうことだぜ。またかなり珍しく貴重なものであることに間違いはないが、実は龍涎香を海岸で発見したという事例はここ数十年内でも何件かあるんだ。そのためトレジャーハント気分で海岸を散策する人も少なくない。もし気になる人がいれば過去の事例や発見された龍涎香がいくらの値がついたのか調べてみてくれよな。私も調べてみたが、かなり夢のある話だったぜ。うおー、私も見つけてみたいよ。というわけで今回は海岸に漂着した奇妙なもの6選を紹介したぜ。海岸には夢もロマンも人類の業もお宝も全部が集まるのね。この世の全てを置いておくのに最適な場所ナンバーワンだからな。海流に乗って長い時間を旅した者たちが一堂に会する場所。海岸はまさに奇妙なものの同窓会会場だぜ。今日の例えは絶妙にダサかった。今日の動画はここまでだ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をした上で、マリサの怒りを鎮める方法をコメント欄に残してください。待ってます。